こんにちは、えー、令和2年司法試験分析会刑事系の始めていきたいと思います。えー、担当講師の反町です。よろしくお願いします。はいえー、皆さん、えー、試験、えー、受験お疲れ様でした。こ、えー、今年もです、ね、分析会ということでやっていくんですけども、まず、えー、と配布物を確認していきたいと思います、えー。司法試験分析会刑事系という冊子とですね、 司法試験分析会、刑事系講師オリジナルレジュメと、お手元にです、ね、冊子が2冊配布されているかと思いますので、まずこれを確認してください、でえー、とオリジナルレジュメという方を使って、えー、この講義は、ね、進めていきますので、基本的にはこちらを見ていきます、でえー、早速ですね、はい、オリジナルレジュメ1ページ目からいきましょう、まず第1問、刑法からですね。 で、えっ、ー、と、刑法、まず、今年もですね、えー、説問形式ということで、まず全体の感想からですけれども、えー、まあ今年も説問形式で出題されていました。えー、ただですね、これまでになかった新しい形式の問われ方、あまあ説問2ですけれどもね、えこれが出てきています。で、えー、まあ全体を通して検討すべき事項の分量がかなり多いとこういう印象でしたね。 えまあちょっと、ね、今年から新しく試験委員に加わった先生がです、ね、かなり気合いを入れて作ったんだというのはよくわかるんですけれどもちょっと明らかに、ね、問題が多すぎるというふうに解いてて思いましたね2時間で完璧に検討しきるということは難しいだろうと思います、はいえー、とじゃあまず問題文確認していきましょうなかなか、ね、これを完璧に2時間で検討しきれる人って誰もいないんじゃないかなというふうふに思われますけれども 質、えー、問1、以下の1および2の双方に言及した上で、事例1における、の B の,項の B に対する在籍について述べなさいと、でえー、と1が、項に成立する財産犯の被害額が600万円になるとの立場からどのような説明が考えられるか、で丸2、こうに成立する財産犯の被害額が100万円にとどまるとの立場からはどのような説明が考えられるかと。 はい。この形式は昨年度までにもあったかなというふうに思います。で、設問2ですね。これがちょっとね、新しい形式になってました。設問2。仮に事例1並びに事例2の3、4及び7の事実が認められず、この条件がですね、ちょっと複雑ですよね。えー、ここを正確にね、設問を把握しないといけないですね。 で事例2の5、6、8及び9の事実のみが認められた場合に、説問のリクエストとしてはここですね、A が睡眠薬を摂取して死亡したことについて、公に殺人規水罪が成立しないという結論の根拠となり得る具体的な事実としては、どのようなものがあるかと、事実を挙げなさいと、考えられるものを3つ挙げた上で、でその結論を導く理由を事実ごとに簡潔に述べなさいと。 はい、ちょっと今までに例年に見られなかった新しい景色の問われ方ですね。で、設問3え事例2におけるこの行為について、その在籍を論じなさいと。 でえー、とここにちょっと細かいリクエストがついているんです、ね、事例1における項の在籍及び事例1で成立する犯罪との在数については論じる必要はないということで検討対象からこれが除外されているでここの意味もです、ね、ちょっと分かりづらくてです、ねまあ、ちょっと具体的には後ほどまた述べますけれども、えー、少し戸惑ったかなと受験生としては混乱したかなと。 全体の,問題,文の分、まあ、問題文の分量はそんなに多くないんだけど検討すべき量が多いですね検討事項の量が多いということに加えこの設問の指示の、まあ、趣旨というかっていうのが少しです、ね、不明確なところがあって若干混乱を招くかなという問題になっている気がします、はい、で、えー、中身見ていきましょう、えっと、オリジナルレジュメの1ページからですね でまず説問1からです、問1ページ、B に対する恐喝罪の成否ということで、えーと、まあね、説問1は問われてることは何なのかということ自体は明確かなとで、まず基本確認していきますが、えーまあ、権利行使と恐喝罪ということで。 はいえっと、今、プレゼンターに映しているこのノートですね、板書図はですね、インターネットで受講されている方は、えっと、ネットの方にね、アップロードしますので、今、ここでメモを取らなくて大丈夫です。はい、で、まず基本の確認からいきます。 で、権利行使と強括が問題になる場合に、ま、公正受該当制という法制の二つのレベルで問題になるぞと。で、これは基本ですよね、えー。財産犯の実行行為だから財産的損害を発生させる行為である必要があると。でところが、債務の弁済で、えー、債務が消えるのでね、えー、お金を支払うと。そうすると、財産的損害を観念できるのかと、財産的損害を発生させる行為というふうに言えるのかということで、まあ、あ公正受該当制が問題となると。 で、個別財産に対する罪だということで、これは強括罪該当性を肯定しますよね。で、その上で違法性と。で、債権の行使だという側面から、正当行為として違法性が阻却されるかと。で、判例があって、権利の範囲内であり、かつ手段の相当性が認められる場合は違法性阻却の余地があると。はい。で、まあ、これが基本なんですが、えー、こちらがメインになることが多いんですよね。 え、違法性の検討がメインになることが通常は多いんだけど、本問はこちらでしたね。公正保険該当性の方の問題。こちらがメインになっていたというふうに言えるでしょう。ちょっとね、なんか通常とは、その、スポットライトの当て方がちょっと違うと。この権利行使と共活罪という論点自体は、 極めて有名なというかね受験生であれば必ず学習してるだろうと思われる論点ですけれども切り口がちょっと違っているということが言えるでしょうはいもうちょっと映しておいたほうがいいかなでじゃあ、レジュメ戻っていただいてまず恐喝の認定ですね恐喝とは相手方を威風させる程度の暴行または脅迫を手段として相手方を威風させ財物の交付を要求することだと。 で、問題文の事情としては、公は B に対する500万円の貸金債権、まあ、本件債権について A から取り立て委任を受けた上、えー、某月1日、e、B に対し自身が暴力団員であると、暴力団組員であると装い、金を返さないのであれば、うちの若い者をあんたの家に行かせることになるというふうに申し向けて、600万円の交付を要求したと。 はい。で、ここで外役の告知の認定できますね。えー、B やその家族に危害を加える旨を示唆するものであり、B を依附させるような外役の告知に当たると。まあ、以下、本件強括行為というと。はい。ところが、最もね、交付にかかる金額のうち500万円については、A に対する、貸金返還債務の履行としての、まあ、すなわち債務弁済としての側面を有していると、えー。少なくとも民事上の損害が生じないと。 はい、ここで問題点を指摘しました。で、この損害というね、えー、ものが問題になっているのは分かるんですけれども、えー、この損害をどの要件で検討するかと、どの要件で問題にするかというところはちょっと注意してください。はい、えっ、ー、と、先にアスタリスク見てしまいましょう。えっ、ー、と、レジュメ2ページ目ですね。2ページ目の下から2つ目のアスタリスク見てください。 恐喝、ねえー、手段を用いて債権を行使した場合に財産上の損害を観念できるかという問題、はい、これは当該行為に財産犯としての法益侵害の危険性を肯定できるかという問題ですですからこれは実行行為性の問題なんですね、先ほどねえー、ここね財産的損害を発生させる行為かどうかこういう性質を持った行為かどうかという問題。 え、従って、ね、え、このような危険性を観念できない場合、財産的損害を発生させる危険性を観念できない場合、いわば財産犯としては不能犯。だ、それは財産犯の実行行為とは評価できないよということになる。え、その結果、ま、脅迫罪などを構成し得るにとどまると、まあ、こういうことになるわけですね。 で、ここではですね、だから、恐喝行為によって、現に財産上の損害が発生したか否かと、現に損害が発生したかどうかというね、その結果発生、あるいは結果との因果関係の有無、ここを問題にしているわけではありません。寄水か未水かの問題じゃないってことね。自己行為が認定できるかの問題だと。はい、だから、本問もだから、恐喝という要件の認定で一応これをも、損害の発生を問題にしました。 で、えー、レジュメ戻ります。1ページ戻りますけれども、えぇ、ー、共活罪の材質をどのように解するかという形で検討の枠組みを取りました。ここでね、えー、問題文の丸一の立場、丸二の立場を説明するということになります。まあ各立場からの説明。まあ説明ですから、いわゆる結論を導く理由づけを論じる必要があると。 で、まあ、ここではその、恐罪の財質という切り口から一個ね、説明を試みます。え、一番、公に成立する財産犯の被害額が600万円になるとの立場。これ、丸一の立場ね。はい、これは個別財産に対する罪というふうに把握し、金銭の交付による喪失、それ自体により、個別財産に対する使用収益処分という事実的権能が侵害されたと評価できる。 えー、従って、交付要求にかかる全額である600万円ですね。えー、これについて、恐喝の実行行為が、ああ、認定できると。被害額は600万円だと。はい。いうのが、丸1の立場からの説明。えー、すなわち、600万円という金額の損害を発生させる行為だという認定ですね。で、括弧2番。えー、行に成立する財産犯の被害額が100万円にとどまるとの立場。これ、丸2の立場ですけれども。はい。 で、ここでは参考判例1をつけてあります。これ昔の判例、旧判例ですね。で、これも参考にしながら、えー、強括罪の財質を全体財産に対する罪だと把握すると、えー、金銭の交付は、あ、債務額の限度で弁債として、金銭債務を消滅させるものですからあ、全体財産の減少が認められないと。えー、がって2ページ目。 金銭債務は法律上過分だと。金銭、債務額である500万円については財産的損害を生じさせる危険性を肯定できないから、この限りでは実行行為性がないと。強活の実行行為に当たらない。だから、脅迫罪等を構成するにとどまるんだ。他方、債務額により、債務額よりも超過して支払った金銭。すなわち100万円については損害の発生を観念できるから、この部分は強活に当たると。 その場合の被害金額は100万円だというのが、丸2の立場からの説明です。で、えっ、ー、と、その下のアスタリスクを見てください。えー、まあ、債権の行使、債務の弁債と共活罪の成立範囲という問題ですけれども、まあ、今見たように旧判例、まあ、参考判例1ですね。はい、これがですね、 こういうふうに述べていると。法律上他人から財物の交付を受けるべき正当な権利を有する者が、その権利を実行するにあたり、強活手段を用いて、えー、丸一番。その権利の範囲内で財物を取得した場合は、強活罪を構成しない。丸二番、えー。その権利の範囲を超えて、えー、財物を取得した場合は、強活罪は財物が法律、えー、財物が法律上過分であれば、 超過部分についてのみ成立し、法律上不可分であれば全部について成立すると。まあ、こういう一般論を判事、えー、していますと。で、この旧判例の立場によれば、まあ、本問でも B が交付した財物、金銭が、まあ、法律上過分であるということを前提とする限りは、丸2の立場の結論を導くことができるでしょうと。 ま、ところが、まあ、この判例はだから旧判例だからその後判例変更されますけれども、えー、この判例の理論的根拠がね、えー、それは必ずしも明確ではないですね。えー、質問のリクエストでは、その説明、えー、この丸二の立場からの説明ですから、その結論を導く理由付けまで述べなきゃいけないわけですけれども、 この判例自体は結論はこう、結論というかこの理論自体はこれなんだけれども、えー、その根拠ですね。えー、これが必ずしも明らかではない。で、そこで、えぇ、ー、そのざえぇ、罪の材質について、まあ全体財産だというふうに言えばね、全体財産に対する罪だと言えば、この理論を導くことができるんでしょうけれども、えー、ところがですね、まあ現在少なくとも一向共活罪を全体財産に対する罪であると把握する見解は、少なくとも一般的ではないと。 え教科書にも載ってないよね。まあ、存在しこういうふうに考える説も存在しないことはないんでしょうけど、まあ、ほぼほぼ死に説というかね、えー、教科書にも載ってないぐらいの説になるんでしょう。えー、なお、ドイツ刑法ではとか書いといたけど、まあ、ドイツ刑法ではね詐欺罪も恐喝罪も条文上全体財産に対する罪と規定されている。だからおかし、あの全くおかしな話ではないよと、えー、比較法的にね。 他方、日本においても詐欺利得罪とか恐喝利得罪、二項罪の方ですね二項犯罪の方については全体財産に対する罪だとそういうふうに把握する見解もこちらはまだあるかなという感じなんですよね。 まあちなみにだから、えっと、丸2の立場を導くには、2項だというふうに把握する。2項恐喝だというふうに把握するのが、一つの答案上のまあ戦略の立て方ではあるんでしょうけれども、2項だっていう、 と論述する分量がまた増えるので本問は分量が多いからあんまり得策ではないですよねで、まあ、後,後で述べますけれども判例の立場も、ねえー、これは預金の送金による交付と現金の交付ということで 1, 1項です、ね、一項強喝で把握しているので、えーまあ、一応です、ね、その預金の送金だからさ、えー、その財物交付の要件は問題になるんですね。 え、また、あの、ちょうど述べますけれども。で、そこで、まあ、あくまでも預金債権が移動しただけだということで、2項で把握するっていうのは、一つの考え方ではあるんでしょうけれども、えー、まあ、少なくとも反連の立場ではないだろうと。えー、他方ですね、あくまで強化罪を個別財産に対する罪と把握する見解から、丸2の立場を導くにはどうするのか。うん、まあ、例えばこういう説明でしょうね。えー、債権者との関係では、債務額の範囲で当該財産は刑法上保護に値しない。 まあこういう説明をするしかないでしょうね、まあ、ゆえにこの範囲では個別財産に対する損害がないとあ個別財産に対する侵害がないという説明ですねまあ保護法益論についての本建設的な発想からの説明ということになるでしょうはいまあいずれにしろ丸2の立場は一般的ではないわけですよだからこの結論を導く何らかの根拠を自分で引っ張り出してね述べなきゃいけないと いうことになります。で、カッコさん、事故の見解ですが、事故の見解については、えー、まあ、これは個別財産に対する罪だというふうに把握して、ここの論点は突破していくということが特策でしょうね。ええー、恐喝罪は財産犯であり、その成立には財産的損害の発生が必要であるが、刑法は財物に対する現実の所有関係を保護することによって、既に存在している財産関係の法秩序の破壊を防止することを目的とすると。 えー、従って構成要件として財産上の損害を特に明文で規定している、まあ、これは背任罪だけは規定してますね。だから背任罪247条、これだけは全体財産に対する罪と把握しますが、それ以外の財産犯については個別財産に対する罪というふうに把握すべきだと。えー、従って600万全額について教科書にあたると。はい。えー、ここの部分はですね、また後ほど横領罪が出てくるので、横領の検討のとこでも同じことに言及しますので、えー また後ほどということにしましょう。で、最後のアスタリスク、2ページ目一番下のアスタリスクですね。えー、ここでは、強活剤の材質という切り口で対立塾を設定しました。えー、まあ、この観点以外にも、先ほど述べた保護法益論ですね。えー、まあ、専有説なのか、本建設なのかと。え、あるいは違法性の本質論。 こういう無価値なのか、結果無価値なのかと。はい。こういう観点から、丸1の立場、丸2の立場の対立塾を設定するということも可能だろうというふうには思います。えもっとも、えー、正当な再建額を超えて金銭を過取している、えー、本問のような事案では、これ結局600万取ってるから、債権額が、ごめんなさい、被害額がいくらかに関わらず、強括罪の成立自体は否定されませんよね。どっちの立場に立っても。そうする、 とですね、えー、まあ、被害額をめぐる対立というのは、結局のところ、被害額の評価が量刑量刑の判断に影響するという意味での上場論なんですよね。犯罪の正否の問題ではないということになると、で、しかもですね、えー、丸一の立場に立って、 た場合でも結局債務の弁済だと債権行使だという事情は量刑上有利に評価されうる事情ですので結局です、ね、まあ、無罪になる事案じゃないわけですよ。そうするという主張をするというかそういう争い方をすること自体が必要ないというか、ね、そういうことをする必要がない。 うん、だから、丸2の立場からの主張が、実務において出てくる契機が存在しないですよね。で、それゆえ、実務でもこのような事案で、まあ、この対立のをめぐる議論がですね、深刻な争点として顕在化してくることは少ないというふうに指摘しておきます。まあ、一応ね、その、個別財産に対する罪だとか、占有説。 あるいはまあこういう無価値論とかっていう理論的な背景で、1の立場だと、まあ、こういうふうに立論すると、でこれに対してまあ全体財産に対する罪だとか本建設とかね、えー、あるいは結果無価値論から2の立場を導くということで対立塾を作るということはできますけれども、まあ、今言ったように実務ではこの事案ではね少なくともそこまで深刻な争点にならないだろうなといずれにしろ、強化時成立するので、あとは上場論という話になるんでね。はい で、あ、残りの要件を見ておきます。えー、3ページです。えー、イフに基づく財物交付。これ先ほど言いました。1項で把握するのか、2項で把握するのか、っていうところね。えー、本件恐喝行為により、B は、項が暴力団組員であると誤信し、項の要求に応じなければ、自身やその家族に危害を加えられるのではないかと、イフした結果、翌2日、自己名義の預金口座から項の指定にかかる公名義の預金口座に600万円送金と。 はい、でアスタリスク見てください、3ページ。本件、恐喝行為により B は自己名義の口座から、公の指定口座へ送金したものですが、この過程において、公も B も一度も現金に触ってないよね。ということで、客体をどういうふうに把握するのかということは一応問題になります。公が取得した客体、すなわち B が喪失した客体は、あくまで銀行に対する預金債権だと考えると、これは2項ですね、2項恐喝と。 こういう見解もあり得ますと、えー。そして先ほど述べた通り、2個で把握すれば、丸2の立場は導きやすいということは言えるでしょう。えー、しかしながら、まあこれに対して、えー、参考判例3をつけておきましたけれども、えー、まあ実質的な観点から言ったら、振り込み行為、 っていうのは現金の交付と同じだと、占有移転と同じだということで、えー、その財物交付、ですね現金の交付と同士できるので、一向強喝の成立を認めるというのが、例の立場ですなので、あえて2項で把握するというのは、先ほども言ったように、あまりお勧めはしないですね。 はい。ということで、まあ、こうは上記送金を得ると同時に、いつでも自由に、預金の払い戻し手続きによって、送金された金額を、の現金を自らの手にすることができるようになったと。まあ、これがですね、結局占有移転と同士できるということだよね。実質的には B から現金600万円の交付を直接ね、直接600万円持ってこさせて現金の交付を受けたと。これと、実質的には同士できるでしょうと。 いうことで、直接支払いを受けた場合と異ならないということで、財物を交付させたという要件が認定できるでしょう。えー、故意及び不法領得の意思ですが、まあ、これはさっと認定していいと思います。えー、上記各事実について、公の認識任用にかけるところはないと。また、公は B に水増し請求をして得た金銭を C に対する事項の弁、債務の弁済に充てようと考えていたということで、不法領得意思も認められると。一応、アスタリスクで、まあ、 権利行使の場合はですね、債権者は実行の債権額を取得しようとする限りは不法な利益を得ようとする意思がないということで、不法領得意思を否定するという見解も一応は考えられます。だから不法領得意思という観点から丸一の立場、丸二の立場の対立塾を作るということも不可能ではないと思いますね。ただやっぱりちょっと論述の分量が相当多くなるので、まあこれも得策ではないかなと。 しかしながらということで述べておきました。不法領得意思の内容を権利者排除意思と利用処分意思というふうに把握する限り、債権額の範囲内であっても、債権の存在を認識しているという事実から直ちに領得意思が否定されるということには少なくともならないだろうと。いうことですね。 えー、いずれにしても本問においては事故の利益のために再建額と超過額を不可分一体的に600万円交付させようというふうにしているわけで、そういう意思が認められる以上は、まあ全額について不法領得意思を肯定できるというふうにしておきました。で、次が違法性阻却ですね。で、まあ普通はこれがメインになるんですけれども、ね、本問はメインではなかったので、えー、さっと検討するっていう感じになるんですね。えー、上記強括行為は、 あ、これ50万円って書いて五百500万円ですね、えー。5期です。500万円の範囲においては、A の B に対する貸金返還請求権の行使として行われたものだと。先ほどは債務の弁済という側面に着目して、公正要件該当性を論じました。で、違法性の方はね、今度は行為、債権の行使という行為の性質に着目して、正当行為として違法性が送却されるかという、先ほどのこれね。 で、えっ、ー、と、4ページのアスタリスク見てください。権利行使と共活の問題については、えー、ま、旧判例は、先ほど見たようにね、もっぱら法益侵害の有無という観点から、構成要件該当性の問題として捉えていました。でしかし、その後の判例、まあ、参考判例2が、立場を変更し、えー、再見学の遺憾に関わらず、共活罪に該当するという理解、まあ、すなわち、丸一の立場の理解をですね、前提として、だからもうこれが判例の立場なんですよ。 これを前提として正当な権利行使がいかという観点から違法性訴却の可否という問題として扱うようになったとだからステージが違法性のステージに移行したわけですなので普通はこっちがメインになるんだけどね論文で論じさせる場合はこっちの問題として把握してたのは旧判例の立場ですね はい。なお、参考判例にはですね、違法性訴客の根拠条文を示していないんですね。えー、この点については、権利行使の場面をですね、やはり正当行為の一類形として捉えて、35条で把握するのが一般的です。えー、まあ、論文で、論述する場合はね、答案に書く場合は根拠条文を明確に示した方がいいと思いますね。 はい。で、違法性素客の要件は、えー、先ほど見た権利の範囲内であり、かつ、手段の相当性が認められると。いうことだよね。えー、判例の言葉を使うと、えー、その方法が社会通念上一般に是認される程度を超えないこと、とういうことですね。で、本文の事情を見てみると、本件恐喝行為は、再建額である500万円を超えて、これに架空の100万円を上乗せして、不可分一体的に交付させようとしていると。だ権利の範囲内ではありない、ありませんと。 で、えー、またあ、本件強活行為は、えー、暴力団組員により b やその家族に対して危害を加える旨を示唆してなされたものであり、対応において悪質であるということで、手段の相当性もくだろうと。<laughs> はい。なので結論としては、本件強活行為が正当な権利行使だということはできず、違法性は阻却されないということでいいでしょう。で、結論、以上より本罪が成立すると。で、 えー、一応、なお書きで書いておきましたけど、なお、B は、ああ、が暴力団組員であると誤信して600万円の交付に応じているが、ああ、公が自身を暴力団組員であるというふうに偽った点は、まあ、この行為は、ああ、B を疫不させる手段に過ぎない。かかる疫不の結果として B が財物を交付するに至っているものだから、 と詐欺罪は構成しない。といいう,うに書いておきました、はい、一応ですね、えっと、4ページの下のアスタリスク見てください。本文においては、こは B に対し、こう、嘘ついた点が2つあるんですね。丸1、再権学の点。丸2、自身が暴力団組員であるとの点。はい。この2つの点について、いずれも虚偽の事実を申し向けているから、一応、詐欺罪の成否も問題となり得ると。え、もっとも <laughs>、 まず、丸二の点ですね。暴力団組員だという点は今述べた通りですね。えー、ここの点について B は誤信はしてるけれども、えー、参考判例4をつけておいたので見ておいてください。えー、判例によるとですね、えー、疑問手段が、狂活の一部を形成していると評価できる場合。まあ、判例の表現を借りると、相手方にイフの念を生じせしめる一材料である場合。一材料である場合か。えーまあ、だから狂活の手段としての嘘つきと。 ということである場合は、えぇ、ー、強罪のみが成立することになるよと。あのね、ちなみにこれ判例の立場をね、誤解してる人が結構答案を見てると言って、えー、詐欺と強活を同時に行った場合は、これは強活罪だけが成立するんだ。こういう一般論があるんだっていうのが、ね、えー、判例の立場だっていうふうに理解している人がいるので、これ要注意ね。えー、判例はそういう一般論を言ってるわけじゃないですよ。あくまで脅す手段として嘘をついたんだったら、 ねえー、すなわち詐欺が恐喝の手段を構成しているにとどまるんだったら、恐喝罪だけだと言ってるだけであって、ねえー、そこにも書いておきましたけれども、えー、両方、恐喝と詐欺が両方成立するという場合は、あり得るという話ですからね、えー、だから、丸1の点の方はまさにそうで、丸1の点、えー、再見額の点ですね、ここも嘘ついてるわけでしょ。 他方、一の点、債権額の点について、これだから結局、B がこれを誤信しているんだったらね、それは恐喝の手段ではないよね。債権額があ水増しされて請求されてると、債権額について嘘をつかれてるということが B の if を生じさせるということはないから、ね、そうすると、この債権額の点についてう嘘をついたと、とこっちの点は恐喝の手段だという話ではないよね。 だから、ここは別途詐欺構成する余地はあると思うんですよ。ところが、ですね、本文ではどうだろうか。え、当初から B は事故の債権額が、あ、ごめんなさい、事故の債務額が500万円であるという認識は一貫してね、正しい認識は持っており、え、今言った、こうの行為によっても、だ、こうに嘘をつかれた、あ、としてもですね、何ら錯誤に陥っていないと。こうの嘘によっても、嘘を見破ってるということですね。 はい。この場合、甲が丸一の点、債務額の点を偽ったという行為は、相手方に錯誤に基づく財物交付をさせるような危険性を弱気したものとは評価できないということですね。えは、ー、じめから全く騙されていないと。債務額の点については。ですから、この点を取り上げて疑問行為と評価することはできないだろうと。本問においてはね。 え、600万円の交付が債務額についての錯誤に基づく交付だと評価する余地がないということね。いいですか。だから、えー、結論として、丸2の点は恐喝の手段に過ぎない。丸1の点は、ね、相手に全く錯誤をと、お、錯誤を生じさせていないということで、ね、いずれも詐欺罪は構成しないという結論になるでしょう。 ちなみにですね、これに対して B がね、えー、先ほどちょっと言ったけど、仮に債務額の点について誤診した上で、その結果、ね、括行為によるイフと相まって、誤診した上でイフされて、疾風して、で、600万円を交付したと。こういう場合であれば、両方成立する可能性あるんですよ。丸、え、一、ー、を偽った行為が詐欺、疑問行為にあたり、別途詐欺罪を構成すると。おまあ、罪と関連的競合となるというふうに理解する余地があります。 ちなみに平成19年の司法試験の問題ですね。平成19年の過去問が、まあ本問と類似の事例が出題されていましたが、この事案では被害者は債務額の点について誤信した上でさらに維持したことから金銭を交付したと、こういう事案でした。だからこの事案では恐喝罪とは別途詐欺罪、あるいは詐欺未遂罪の成立を肯定し得るという事案でした。まあこの点で本問とは事実関係が異なっていますよと。 ね、先ほども言ったように、まさにね、作語と維持が相まって交付したという事案であれば、両罪とも検討する必要が出てくると。ですから、平成19年の問題は本問とは似てるけど似て非なる問題だということですね。まあ、類似の過去問に飛びつくと引っかかっちゃうという典型例なんですけれども、過去問を学習するときの心構えですね、その事案の特殊性というか、その事案の肝となる、ポイントとなる事情がどこなのかっていうことを、絶えず意識して把握しておくこと。 それを常に心がけることが重要だと思います。はい。ちょっと細かいことを言いました。じゃあ次行きましょう。質問に。で、え、こうに殺人鬼水罪が成立しないという結論の論拠となり得るという事実を挙げなさいと。で、一応、質問にはですね、えっと、冒頭で、えー、アスタリスクで、何点か、えー、一応注意点を書いといたんだけれども、注意点というか、 ま、感想ですけどね。えー、説問には新しい形式の問題であるが、えー、こうに殺人規制罪が成立しないという結論の論拠となり得る事実という問題文の記載の意味が若干不明確なんだよね。えー、具体的にはどういう点が不明確かというと、えー、相互に関連させて初めて法的に意味を有する各事実について、どこまで組み合わせて適視していいのかと。例えばさ、そこにも書いてあるけど、A に特殊な心臓疾患があった事実、 っていうのと、A が睡眠薬の摂取により心臓疾患が悪化して急性心不全により死亡したという事実というのと、A に心臓疾患があることについては一般人が認識できずこうもこれを知らなかったという事実というのは、これ3つの事実はそれぞれ独立の事実だよねで。ところがこれらの各事実を総合することによって初めて一定の法的評価を導くことが可能となると。まあ、後ほど述べますけどね。 まとめちゃっていいんだろうかと。また、事実の適史にはどこまで評価を書き込むことが許されるのか。まあ、例えばですね、コウがワインに混入した睡眠薬の量は A の特殊な心臓疾患がなければ、生命に対する危険性は全くないものであったっていう問題文に事情が書いてあるけど、これは厳密には事実じゃないよね。評価だよね。 これ事実として適視してる受験生結構多かったんだと思うけど、これは事実でいいんですかね事実として扱って。えー、事実はあくまでね、甲がワインに混入した睡眠薬、睡眠薬の量は〇〇グラムであったと。いうふうに適視するのが正しいわけで。で、その事実に対する評価として、その危険性は全くなかったと。えー、事実と評価は別ですのでね。はい、まあ、この辺の趣旨がちょっと半然としないんですよね。 はい。なので、まあ、こういう、まあ、現場で混乱したと思いますけれども、まあ、この混乱を回避するには、質問においてね、まあ、あらかじめ事実を、特定の事実をいくつか指定した上で、この事実が、ね、えー、上記の結論を導く根拠を論じなさいというふうにした方がシンプルでわかりやすいし、まあ、そういう出題形式の方が良かったんじゃないかなというふうに、まあ、一応感想を書いておきましたけれども、えー、で、検討していきましょう。まず一つ目。 え、こうは、睡眠薬を A の,グラ,ス内のグラス内のワインに混入したにとどまり、その後有毒ガスを発生させることをやめた事実というふうに適視しました。はい、理由としては実行の着手が認められないと。えー、実行の着手とは、公正予見に該当する行為を開始することだと。えー、まあ、形式的客観説。 で、財権法定主義の要請からすると、上記判断においては、当該犯罪の実行行為としての定型性を重視すべきであり、殺人罪の実行行為というためには、当該行為が社会通念上人を殺す行為と評価されるような形式、内容を具備している必要があるんだと。まあ、これを理由付けにしました。えっ、ー、と、5ページ下のアスタリスク見てください。実、えー 実行の着手時期については、伝統的にはね、今言ったように、実行の着手イコール実行行為の開始というふうに、え返した上でえで、実行行為の意義について、構成要件の定型性を重視する見解、これを形式的客観性通と、これが伝統的には通説とされてきました。ちょっと昔の議論だけどね、例えば人を殺す行為といって、皆さん何を思い浮かべますかと、パッと今頭に思い浮かべた行為、なんですか 例えばナイフで刺すとかねピストルで撃つとか首を絞めるとか、えー、そういう典型的な行為これが定型性ですよで人を殺す行為として皆さん何を思い浮かべますかって聞いたときに睡眠薬を混入する行為ですっていう人いないでしょ、えー、睡眠薬を混入する行為が人を殺す行為として、えー、こうイメージされないすなわち、ね、殺人罪に該当する行為としての定型性を備えていないんですよはい で、これに対してね、まあこういう定型性を重視するという見解。まあそれは財形法定主義の要請からです。で、これに対して、まあ現在は定型性よりも危険性を重視すると。実質的に考えようと。そういう定型的に考えるんじゃなくて、実質的に考えて危険性を重視しようと。 だから、ね、えー、その定型的ではない行為であっても、危険であれば実行行為と言うべきだということで、この危険性という観点からね、実質的な危険性という観点から、結果発生のこの現実的危険性の発生時期を判断するという見解。ま、実質的客観説。はい、こちらが現在では有力です。後者の見解によると、ま、が睡眠薬を混入した行為の危険性をどのように判断するかっていうのが、ここでの実行の着手の問題になります。 視点が違いますね。えー、この形式的客観説から行けば、ね、定型性がないよという議論になるのに対し、実質的客観説から行くと、危険性はあったのかという議論になると、えー。ちなみに、口述する通り、次の事実、後期2の事実ですね。ちょっとこれ先に確認しますか。後期2の事実は6ページ。 A は睡眠薬の摂取によって特殊な心臓疾患が悪化したことによる救急性心不全により死亡したものであり、A の疾患については一般人は認識できず、こうもこれを知らなかったという事実があります。この事実を捉えて、これをですね、行為の危険性を否定する事情というふうに位置づけるということも可能だろうというふうに思います。 え、この、実質的客観説の立場から行くと危険性判断になるよと。で、この危険性判断の視点には、えー、二つあるんですね。一つは、えー、第一行為、それ自体の危険性。まあ、第一行為。本問で言うと、睡眠薬を飲ませたという行為。それ自体の危険性を判断するという視点ですね。で、もう一つは、えー、計画上の第二行為ですね。その後、毒ガスを発生させるという行為ね。計画上の第二行為との密接関連性。 を判断するという観点2つの視点から危険性を判断しますとでこのそのうちの1の方ですね。うの,の視点第1行為、それ自体の危険性と、はい、この視点で危険性を判断するときに今言ったこの2の事情後期2の事情ですね、はい、ここをその行為の危険性を否定する事情として把握するというそういう捉え方もできるでしょうと、まあ、これまた後ほど述べますけどね で、ところが6ページ。第一行為自体の危険性を仮に否定したとしてもですね、もっともっていうところ、アスタリスク。え、こうが睡眠薬を混入した行為、第一行為、それ自体の危険性が否定される場合であっても、ね、えー、 行為者の犯行計画を考慮した上で、欠陥性の現実的危険性を有する第二行為との密接関連性、まあ接着性とか密接関連性って言いますけど、これが認められる場合には第一行為を開始した時点で結局実行の着手が肯定されると。さっき述べたその危険性判断の二つの視点のうち、一の視点から否定できても、二の視点からは、本問は危険性を否定するのはなかなか難しいだろうと。このクロロホルム事件ですね。 え、本問では、この犯行計画を考慮すると、え、その、第一行為とね、第二行為、有毒ガスを発生させるという行為との密接関連性を否定するというのはなかなか難しいだろうと。まあ、これ、説問3でまた検討しますけれども。で、従って、え、本問で、え、説問2の方で実行の着手を否定するという議論をするには、少なくとも、このクロロホルム判例に乗っかっちゃうと難しいと思います。この判例の枠組みとは異なる見解によって説明しないと難しいだろうと。 ま、ここではだから形式的客観説の立場からの説明をしましたけれどもね。はい。えー、というのが一つ目。で、二つ目。えー、先ほど述べた、ま、睡眠薬で死亡したと。で、その睡眠薬で死亡したんだけど、A に疾患があったっていうことは、一般人も認識できなかったし、こうも認識してなかったって、この事実ですね。はい。ここでは因果関係が認められないっていうことを理由にしました。 刑法上の因果関係は条件関係の存在を前提として、当該行為から当該結果が発生することが社会通念上相当であると評価できる場合に認められると。相当因果関係説ですね。公構成要件は違法行為の類型を一般人に対して明示するものであり、かつ責任類型として行為者に対する責任非難の前提となるものであるから、 上記の相当性は一般人が認識し得た事情を及び行為者が特に認識していた事情を基礎として判断すべき。まあ、折衷説ですね。折衷的相当因果関係説。これ久しぶりに書きましたね。えー、近年これを答案に書く機会がほとんどなかったけれども、昔の受験生みんなこれで書いてたんですけどね。久しぶりにこれを書きました。はい。で、この行為時の特殊事情っていう事案だよね。行為後の開催事情の事案ではありません。 え、行為時持の特殊事情についてですね。で、え、これについては、6ページ下のアスタリスク見てください。え、判例6があります。え、特殊事情と相まって知事の結果を生じさせたものだと認められる限り因果関係を肯定する。これが判例の立場です。はい。で、この立場ですね。 えー、因果関係の判断規定については、判例は、被告人が行為当時その特殊事情のあることを知らず、また知事の結果を予見することもできなかったものであるとしても、因果関係が認められるというふうに言ってますから、判例の立場というのは基本的に判断規定となるべき事情に絞りをかけない、ですね。行為時に存在する全ての客観的事情を基礎として因果関係の判断をすると。 おーいう、これがね、反例の立場の前提になっているというふうに理解できます。ちなみに、まあ、反例の立場とされている、その危険の現実仮説に立つ場合でも、判断規定論をね、えー、別途論じるというか、その危険の現実仮説において判断規定を限定するという見解に、 に立つということも、まあ、理論上は不可能ではないというふうな指摘もありますが、少なくともそういう考え方は、判例の立場ではない。判例の採用する理解ではない。判例の採用する危険の現実仮説ではないということですね。少なくとも。 ですので、やっぱりこれ、第、あの、先ほどの一番の事実もそうだったけど、ここもですね、結局この事実を使って因果関係を否定していくには、やはり判例とは異なる立場の見解を出していかなきゃいけないと。ここでは相当説、接中説、相当因果関係説の接中説を出しましたけれどもね。っていう問題の作りになってますね。判例に乗っかると否定するの難しいなと。 いうことですただ、えっ、ー、と、6ページの一番下に書いておきましたけど、この相当因果関係説の考え方、えすなわち判断規定に絞りをかけるという発想は、やはりですね、えっ、ー、と、実務の発想にはマッチしないんですね。証拠によって認定された事実を、ね、いわば見なかったことにすると。え事実が出てきてるのに、こう、ブラインドかけてなかったことにすると。この発想ですねえ。こういう判断規定論の発想というのは、現実の裁判における判断構造にそぐわない。 ですね。やはり実務においては受け入れがたい発想だと言わざるを得ないでしょうと。はい。ということを指摘した上で、まあ、あの、接中説からの当てはめを一応見ておくとね、その上の部分で、A の特殊な心臓疾患という事情は判断規定から除外されますよね。そうすると、こうがワインに混入した睡眠薬の分量っていうのは、この A の特殊な心臓疾患がなければ生命に対する危険はなかったわけだから、 そうすると、こうの行為から A の死亡結果が発生することは、社会通念上相当であるとは認められないよ。ということで、仮に実行の着手が肯定されても因果関係がないということだから、殺人未遂が成立するにとどまると。あ、えっ、ー、と、先ほど、実行の着手を否定するところをちゃんと検討してなかったね。えっと、一旦5ページに戻ります。ごめんなさい。前後して。5ページに戻って、えっと、実行の着手の検討の当てはめの部分を見てなかった。 え、睡眠薬を A のグラス内の Y に混入した行為は殺人罪の実行行為としての定型性が認められないと。まあ、先ほど口頭で説明しましたか。え、他方有毒ガスを発生させる行為は定型性を具備するが、この行為には着手していないということだよね。え、だから、あ、こうは殺人罪の実行の着手は認められないということで、実行の着手を否定すると予備罪ですね。殺人予備と死亡させた点については過失致死。ないしは重過失致死。 が成立するるととと、まあ、予備プラス過失ということになるで、しょうで2番の方で因果関係を否定しましたので、これは実行の着手が肯定された前提で、仮に実行の着手が肯定されても、因果関係が否定されると未遂になるということですね。いずれも既遂の成立を否定する根拠にはなるよと。はい。で、判断規定論については7ページ。えー、今言ったようにですね、本来、まあ本文みたいに結果が発生した場合には、えー、結果 結果への行為の帰属の問題、あ、ごめんなさい。結果の行為への帰属の問題と、客観的帰属の問題という形で、因果関係論として検討されるものです。他方、結果が不発生の場合には、それは行為の危険性の問題。これが不能反論ですね。として検討されるものです。 ただですね、本文のように結果が発生した場合でも、まあ通常であればだから因果関係論で検討するわけだけれども、ね、因果関係とは別途この判断規定論によって実行行為それ自体の危険性を問題とするということは理論上可能だろうと。これ先ほど言いました。だからこの同じ事情で実行行為の危険性を否定すると。いう説明をしても間違いではないと思いますよ。え、本文でもこの事実をね、えー、睡眠薬を混入した行為。 第一行為の危険性を判断する事情に位置づけて、まあ、ここでは不能反論における具体的危険説を援用して、自己行為性を否定するという説明もあり得るでしょう。まあ、具体的危険説っていうのは、因果関係論でいうところの、折中的相当因果関係説と判断メルクマールは全く同じですからね。で、ただし、本問では A の死亡結果が発生してるんだから、これは不能反論とは言わない、不能反とは言わないよ。いわゆる不能反が問題となる事案ではないですよ。いずれにしろね。 だから、第一行為が危険性を欠くっていうふうな説明をするんだったらいいんだけど、第一行為は不能犯であるって書くと、それは適切ではないと思います。はい。で、三つ目のアスタリスク、三つ目、二つ目か、二つ目のアスタリスク。えー、因果関係を否定して殺人未遂の成立を認める場合は、えー、中止未遂の成立を認める余地があるでしょう。ということだな。先ほどの人、えー、第一の事実からすると。 もっとも本問ではあくまで殺人未遂が成立しないという結論の理由ですね殺人未遂が成立しないという結論の理由を論じることが求められているから、まあ、未遂を前提として障害未遂じゃなくて中止未遂だということを別に論じる必要はそこまで検討する必要はないだろうとちなみにこの中止犯は未遂が前提だというのは基本中の基本ですからね 中止班になるということを一生懸命論じてもしょうがないよ、その前提として未遂なのかどうかが本問で問われている内容です。で、3つ目、です、ね、次、公は本件で混入した量の睡眠薬を摂取しても A が死亡することはないと思っていた、ここで主観面の事情が出てくるので、これは当然、故意の問題ですね、故意が認められないということです、でその理論的な説明をそこに。 書いておきましたけれども、え、ま、故意を否定する論法はいくつかあるんですけども、一番書きやすいというか分かりやすいのはこれですね。え、犯罪の故意があるとするには、構成要件該当事実の認識認用が必要だと。で、実行行為についての認識認用が認められるためには、行為者が事故の行為の危険性、実行行為性について認識している必要があるよと。え、こは睡眠薬を混入する行為によって A が死亡に至る危険があることを認識していなかったのだから、実行行為性の認識を書くと。 いうことねえー、だから結局、えー、客観面で実行の着手と因果関係が仮に認められても主観面で行為が否定されるよということですねで7ページのアスタリスクも見ておきましょう、えー、クロロホルム事件の原審ですね交際の認定では、えー、クロロホルムを吸引させる行為自体によって被害者を死亡させるという認識がなくそれによって、ねえー 死亡する可能性があるとの認識もなかったという点について、ね、行為者がね、被告人が、えー、殺人の実行行為性の認識があったか否かがあ、殺人の行為の内容として問題となるというふうに述べて、えー、交際の方はですね、その行為の有無を正面から問題としてるんですね。この殺人の実行行為性の認識という、こういう言葉を使っています。これが殺人の行為の内容として問題となるよと。 で、えー、最高裁の方は、故意の方を正面から論じてるような感じじゃないんだけれども、えー、被告人の犯行計画においてね、第一行為と第二行為が密接に関連する一連の実行行為だと、一連の殺人行為だと、いうふうに評価できることを前提として、第一行為に及ぶ時点で、一連の実行行為を行う認識があることから、実行行為性の認識が肯定できると。まあ、こういう判断を最高裁は示したんだというふうに理解できます。 ですから、これ、後での、またちょっと詳しく説明しますけど、一連の実行行為論、ね、この第一行為、第二行為の密接関連性というのは、結局ですね、第二行為に留保された実行行為性の認識を、第一行為の時点まで巻き戻すというか、訴求させると。前倒しするというための、ま、その前提問題として検討されているという把握の仕方があります。また、後ほど述べます。 で、故意を否定する論法として、アスタリスク二つ目。第一行為時点における故の認識の内容を、まあ、A を眠らせた後に有毒ガスを発生させて A を殺害する認識ということで、えー、この認識で、との関係で言うとね、現実の因果経過、えー、すなわち睡眠薬の摂取によって死亡したという因果経過とは異なる因果経過を認識していると。 ですから、因果関係の錯誤だということを論じるということも可能です。まあ、この場合、具体的不合説、まあ、具体的法定不合説の立場から、因果経過についての錯誤が本質的な錯誤だと考えるのであれば、行為を否定する余地があるでしょう。これに対して、法定的不合説、抽、ま、象、あ、的法定不合説の立場からは、まあ、主観面においておよそ刑法上の因果関係が否定されるような、まあ、異常な因果経過を認識していたと言えるような場合でない限り、行為を否定することは難しいです。 えー、まあ因果関係の錯誤で、行為を否定するっていう説明をするんだったら、やっぱり判例とは違う見解を取らなきゃいけないんでね、えー、ちょっと筋が良くないということになるのはやむを得ないですね、だから実行・行為性の認識がないという形で、行為を否定する方がいいと思いますね、ここでは。 で、あと、三つ目のアスタリスクですが、えー、行為を否定する理論的な説明として、あともう一個、えー、蒸以外にも、えー、行為者が結果発生のための後続行為を、まあ、内心において留保している場合には、寄水行為を否定するという見解もあると。えー、まあ、寄水行為というものですよね。で、えー、この見解は、あ、寄水班の構成要件と未水犯の構成要件とは、 結果発生の有無、客観面のみならず、故意の内容という主観面においても修正されている別個の構成要件であるとの理解を前提とすると。まあ、あんまり一般的に、あの、受験生においては一般的に、こう、共有されている説ではないかもしれないですね。そうすると、既水犯の故意が認められるには、丸1、実行,行為性の認識、危険発生についての認識、まあ、これを未遂行為と言います。これに加えて丸、丸2、 結果が実行行為の作用として発生することの認識。まあ危険の実現についての認識。まあこれを奇跡行為と言いますが、これが両方とも必要だと。で、本問の場合は客観的に A の死亡結果を発生させた,させた第一行為について、え、行は仮に丸1の認識が認められるとしても丸2の認識を書いていると。 こういうことになるから、結局のところ、未遂構成要件の故意で既遂構成要件を実現したという抽象的事実の錯誤なんだと。まあ、こうやって見るんですね。で、軽い未遂が成立すると。軽い殺人未遂が成立すると。まあ、だから因果関係が肯定されても結果として殺人未遂が成立すると。こういう説明になりますね。えー、まあ、これはあの、 この見解はです、ねえー、まあ我が師匠の見解というもので一応、学会では指、ね、示、えー、を得ているというふうにご本人がおっしゃっていた見解なのでここで紹介しましたが、まあ、受験生が当案に書く人はあんまりいないと思いますけどね。はい、ということでしたで一応、殺人未遂を否定するということで、ね、3つの実行の着手、因果関係、故意という形で3つ挙げた上でで問、まあ、これを踏まえて説問3を検討していこうと。 いうことになりますで説問さんは、えー、と,とはいえ、説問さんいろいろあるんですよね、えー、この強盗殺人だけに絞ればよかったんだけれども、それ以外にもちょこ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 くっついているので、えー、それを見ていきますけれども、まず第1、えー、D 銀行に対する詐欺罪の成否と、こ、え、う、ー、が、えー、D 銀行 E 支店の窓口係員 F に対して、自己名義の口座、 まあ本件口座から600万円の払い戻し請求をし F から同額の払い戻しを受けた行為ですねでえー、まあ、結論から言うと本問ではこれ疑問行為と認定するには問題文の事情が足りないですねでやっぱ誤振り込みの判例を思い浮かべた人が多いと思いますでただ誤振り込みの払い戻しについて先罪の成立を認めた判例もですね およそ一般的にご振込金であれば当然に詐欺罪が成立すると言ってるわけではないんですよね。あ,あくまでも組み戻し措置が銀行実務において重要な手続きだと。組み戻し手続きをさせなきゃいけなかったんだと。いうことが言えて初めてね。 えー、その、組み戻し手続きの重要性ということが、まあ、例えば銀行の規約だとか、あるいはその実務上の銀行取引の実務上の取扱い、運用の実態というものに照らして、ね、それが言える場合に初めて重要な事項を偽ったと。えーまあ、あるいは、新規則上の告知義務に違反したという評価ができるんだよね。不作為による疑問だと。はい。 ところがさ、本問はそ、それらを評価する事情が問題文に何もないんですよ。えー、まあレジュメ、えー、見ていきますけど、振込依頼人と受け取り人との間に、ご振込の原因となる法律関係は存在しないと。いう場合の、えー、振込であっても、 え、受け取り人と、お、振込先銀行との間には、振込金額相当の、お、普通預金契約が有効に成立し、受け取り人は、銀行に対して、上記金額相当の、お、普通預金債権を取得することになりますと。ま、これは民事の判例でありますね。え、他方、本件口座は B に対する恐喝行為に利用されたものであるが、D 銀行において、 で、えー、預金口座が犯罪行為に利用されているということを認めた場合には、当該口座の取引停止措置ですね。えー、まあこういう措置を講ずべきものとの取り扱いが、規約などにおいて定められているなどの特段の事情がない限り、港の取得した上記普通預金債権の行使が制約されるものではないと。はい、特段の事情というふうに書いておきました。ちょっとアスタリスク見てください。その下の。 まあ確かに犯罪に使われた口座だからねえまあ近年問題になっているその振り込詐欺に使われる口座とかねえいうものについてはその口座を利用してえ犯罪を行っていると繰り返し犯罪を行っているという,そのそういう反復継続的に行われている犯罪に利用されている口座ですねこれは銀行はもう取引停止措置を講じますよということが規約にも書いてあるし 取り扱い、実際の実務の取り扱い、銀行実務の、銀行取引の取り扱いでもそうなっているという、そういう事情があるので、だからその口座からの払い戻し請求というのは、それは、その払い戻し請求については、まさにそこに書いてあるように、普通預金債権の行使が制約されるということになるんですね。 だから、もう正当な権利者じゃないのに、ね、えー、正当な権利者だと偽って、払い戻し請求をしたという評価ができるんですよ。だから疑問行為だと。えー、アスタリスク見てください。犯罪に利用された口座に係る預金払い戻し請求について、まあ、判例7をつけておいたのでね、まあ、目、目を通しておいてください。えー、普通預金規定において、預金が法令や公除両属に反する行為に利用され、 また、その恐れがあると認められる場合には、銀行側においてその預金取引を停止し、または預金口座を解約することができる、という規約上の取扱いがあると。一つ目のポイントはこれですね、規約。規約が一つ目のポイント。はい。これに加えて、当該銀行において、当該預金口座が詐欺等の犯罪に利用されているというものであるも利用されているものであることが分かれば、救済法、まあ、という法律に基づいて、 当該預金口座を凍結して払い戻しには応じないこととしているという具体的な運用取引の運用の実態これが2つ目のポイント1つ目は規約もう1つは具体的な運用の実態とこの規約プラス運用があればこれを指摘した上で初めて詐欺罪になるわけですよ え、詐欺等の犯罪行為に利用されている口座の預金債権は、債権としては存在していても、銀行がその事実を知れば、口座凍結措置により、払い戻しを受けることができなくなる性質のものであり、その範囲で権利の行使に制約がある。従って、え、この預金の払い戻しを受ける正当な権限はないということになり、これがあるように装って払い戻し請求することは疑問行為だよと。こういう理屈です。 だから、本問においてもね、次のページ。仮に同判例が指摘したような、規約の取り扱いと運用の実態、規約プラス運用が、ね、D 銀行において存在するのであれば、公の払い戻し請求が詐欺罪を構成する可能性はあるでしょうと。もっとも、問題文の事例で、これらの事情について何ら記載がないんですよね。そうである以上、本問の問題文の事情のみからでは詐欺を認定することは難しいだろうと。 えー、仮にこういう事情をね、具体的事情について検討を経ることなくね、まあおよそ何かの犯罪に使われた口座だから、ね、その口座から払い戻し請求したら詐欺だよと。まあこういう議論、ね、こういう論述を求めることが仮に出題趣旨だったとすると、それはやはり不適切な問題だったと言わざるを得ないでしょうね。何かの犯罪に使われた口座だから、だから詐欺罪ですと。はい。まあそういう説明をしたら本来はその説明は評価に値しないですからね。 ただ、受験生の心理としてはやっぱりご振り込みの判例を思い浮かべると思うので銀行に対する詐欺を書きたくなるという気持ちは理解できますえ現場で混乱すると思いますやっぱりここもだから詐欺罪を書かせたいんだったら今言ったような事情を問題文に書かなきゃ記載しなきゃいけないしねえそうじゃないんだったら詐欺の検討は除外しなきゃいけないんじゃないかなというふうふに思いますね。 え、混乱しちゃいますよね。この問題文で詐欺を検討するとなるとね。えー、だからまあ、説問において詐欺罪、銀行に対する詐欺罪は論じなくていいっていうふうに、やっぱ書いておくべきだったんじゃないかなと思いますけどね。他方で詐欺罪を検討させることが出題趣旨だったとしたら、やっぱこう不適切です。明らかに。問題文の事情が足りません。はい。ということです。あの、もう一点注意しておくと、あの、規約 がね、取り扱い、規約上そういう取り扱いが規定されていると。だから犯罪行為に利用された口座は凍結しますよっていう、そういう取り扱いが規約上規定されているっていう事情があったとしても、それだけじゃ足りないんだよね。先ほど言ったように、具体的な運用の実態として、当該措置が徹底されていると。その、口座締結措置が徹底されていると。まあ、ご振り込みの場合は、組み戻し措置ですけどね。 えこういう何らかの措置をね、えー、もうぜひとも講じることになっていたというね、えー、そういう事実関係がないと疑問行為と評価できませんと。はい。このことはあれですね、あの、平成26年のあの、ゴルフクラブをね、暴力団組員が施設を利用したと、ゴルフクラブ施設を利用したという事案でね、えー、ま、二つの判例が出て、一つは有罪で一つは無罪になりましたけれども、ね、えー、あの判例から明らかだよね。 えー、あの判例、いずれの事案でも、その規約上は暴力団排除は規定されてたからね。でところが、一方ではその具体的な措置として暴力団を排除するっていうね、確認、排除措置を徹底していた。もう一方はそれが甘かったと。ね、対してやってなかったとお。そこの事実関係の違いが、あの結論の違いを生んでますので、ね、でその具体的な事実関係としてそういう措置を徹底したかどうかっていうのが有罪と無罪を分けてますんでね。だから、 そこまで問題文に書かなきゃいけないんですよね。詐欺罪を検討させるには。はい。ということになります。えなので、8ページ戻っていただいて、特段の事情がない限りは、この権利の行使は制約されないので、結論。えこうは D 銀行に対する普通預金債権に基づく正当な払い戻し権限がないのに、これがあるかのように装ったものとは認められない。 ま、あるいは、これ、あの、疑問行為の導き方は2種類あるので、え挙動による疑問で認定する場合は、この正当な権限がないのにあるかのように装ったと。えこの、評価の仕方ですね。で、もう一方、不作為による詐欺、疑問で認定する場合はこうなりますね。え本件口座が犯罪行為に利用されたことを D 銀行に告知すべき審議則上の義務があるとは認められない。ま、ここでは否定するから。 だから正当な権限がないのにあると装ったとは言えない。あるいは、えー、犯罪行為に利用された口座だってことを告知すべき義務が認められないと。えー、不作為の場合、作為義務の認定になりますので、作為義務が認められない。従って、上記行為は疑問行為に当たらないということで、ということでいいでしょうというか、そうせざるを得ないでしょうということね。本問では、えー。以上より本罪は成立しないと。はい。で、次。 こういう問題がだからね、混乱させるんですよね。で、次。えー、と、A に対する横領罪の製品ということです。えー、他人のものの認定で、一、えー、番。公が被償した600万円は、B が、B から強活という犯罪行為により取得したものであって、えー、民法上 A の再建額500万円の限度でも A に確定的に所有権が移転したとは言えないことから、あまあ、民法96条1項参照ということですね。 えー、A の所有に属するものと言えるかが問題となるよと。ここではだから、えっ、ー、と、B から取った被害金だと、犯罪被害金だということと、あともう一つ。えー、公が所持してるお金ですよね。使っちゃったお金は。公が現実に所持してるお金と。占有してるお金と。いう、この二つの観点からね、ね、えー、A のものと言えるのかということが問題になります。で、えー、アスタリスク見てください。まあ、刑法と民法の違いということだよね。 まあこの論点は結構よく出ますよね、えー。9ページの下のアスタリスクです。公が被償した金銭の所有権の帰属という問題ね。これもともと B が公にカッされた被害金だと、ね。えー、民法上は B は公に対して不当利得返還請求権を有するよと。いうことを考えると B のものとも思われるよね。他方、金銭の 所有と占有は一致するという民法の原則に照らすと、ね、公が現実に持ってる、手に持ってるお金は公のもののようにも思われるということで、ま、現金の場合はこれ必ず問題になっちゃうんだけどね、横領罪で。はい。いずれにしても民法、民法の規範に照らすと、A のものとは言えないんじゃないかっていう点が問題となると。はい。で、ここで参考判例8ですね、の補足意見をつけておいたので、これを見ておいてください、え。ー まあ、ここで民法と刑法の違いということが出てきます。まあ、いいよね。民法は所有権の帰属を終局的に確定すること。そして将来にわたり財産秩序の安定を図る。これが目的です。だから究極的な所有権の帰属を確定する必要があるよと。 他方刑法は現実の所有関係を侵害から保護して、現存する財産秩序の破壊を防止すると。まあ、今目の前にある財産秩序を守ると。将来にわたって究極的に安定させていくということじゃなくて、まずとりあえず目の前の破壊活動を防止するということなのでね。だから法益侵害の有無の観点から現実の所有関係を判断すると。こういうふうにまとめられていました。 はい。ですから、この9ページアスタリスクですけど、刑法独自の視点から刑法上の所有権の帰属を判断するという必要が生じます。A が取り立てを公に適法に委託し、その委託に基づいて公が回収した金銭を公自身が被償したという事実関係だよね。で、ここの事実関係で、ね、この A の財産権が刑法上保護に値するというふうに判断するのであれば、結局ですね、本問においてもですね、事故が取り立てを委託した者、 ま、受託者が債務者から回収した財産は、これは委託者の所有に属するとで。この事実関係をもって当該財産に対する委託者の現実の所有関係を肯定するという説明ができるでしょう。 はい。ということなので、えっ、ー、と、9ページ上の方にもう一回戻っていただいて、今言った、刑法上の財産罪の目的を論じた上で、ね、現実の所有関係を不正の手段による侵害から保護することによって、現存する財産法秩序を維持すると。そうすると、刑法上保護すべき所有権の帰属というのは、刑法の予定する法益侵害を埋むという観点から、現実の所有関係、まあ、これがキーワードだね。現実の所有関係について判断すれば足りると。 で、上記600万円は B から不法に領得されたものであるとはいえ、公が A からの適法な取り立て委任に基づいて B から交付を受けた金銭です。で、公が A に対して引き渡し義務を負う金銭であるから、まあ、これは民法646条1項参照ということだな。まあ、委任事務を処理する過程で引き渡しを受けた金銭ですよね。 と A との関係においてはなお A の債権額500万円の限度で A の現実の所有関係に属するものと評価できるよとしたがって500万円は A の所有に属する他人のものに当たるというふうふに認定しておきました、はいまあ、この辺は平成19年のね過去問と問題意識は共通してますね。 あの過去問をやっていると処理の仕方っていうのはある程度対応できたのかなと思いますで、えー、次、事故の占有するの要件ですこれはもう簡単ですね、公の占有する金銭は公が A から取り立て委任に基づいて B から引き渡しを受けたものですと公が A からの委託信任関係に基づいて占有しているから事故の占有するものに当たりますと横領の認定もいいでしょう公が上記金銭を C に対する事故の弁済に充てたと債務の弁済に充てたと という行為は、A との間の取り立て委任の趣旨に背いて、A の再建額500万円について所有者でなければできない処分をする意思、不法領得意思の外部的発言行為であると言えるので、横領に当たると。で、故意、上記事実の認識任用に欠けるところはないと。で、結論、以上より再建額500万円について本罪が成立しますと。 まあ、ちなみに使っちゃったの600万円なので、残り100万円はっていうところですけど、なおで書いておきました、えー。なお、そのような100万円の秘証については、B から送金を受けた時点で、強括罪が成立しているので、まあ、不可抜的自己行為。B との関係で不可抜的自己行為ということで、別途 B に対する占有離脱物横領罪は成立しないというふうに書いておきました。 まあ、恐喝罪、B に対しては恐喝の成立を前提とするんだったら、千有離脱物横領罪は、ね、えー、不可抜的自己行為になるので成立しないということでいいでしょう。ただ、恐喝の成立を前提としないのであれば、千有離脱物横領の余地はあるんだよね。で、これ、事例としては、事例一、事例につながってますよね。 つながってるから、恐喝を前提としないっていうのは不自然なんですけど、ただ、先ほどの問題文のこれをどう読むかなんで、ここも中で若干混乱するよね、えー、事例1における公の在籍及び事例1で成立する犯罪との在数について論じる必要がないと、これは事例1で成立させた犯罪を前提としないという意味なのかと。 それ不自然ですよね。前提としないで検討する。先ほどの詐欺罪だって、銀行に対する詐欺罪だって、結局、こう、あの、口座が、この強括にね、利用されたっていうこと、事実関係を前提として検討する話だからさ。なので、まあ一応ね、このレジュメではね、えー、事例1で強括が成立しているということを前提に事例2の在籍を検討しましたけれども、やっぱここもちょっとね、混乱を生じさせるよね。えー、10ページのアスタリスクに書いておきましたけれどもね。 え、の非正行為について、事例1で B に対する領得罪、え、共罪が成立することを前提とすると、不可抜的自己行為だよね。え、もっとも、説問さんはね、事例1における項の在籍については論じる必要がないと言ってるから、うん、まあこれ事例1における項の在籍を前提とする問題点について、論述上どういうふうに扱うべきなのかっていう点が若干不明瞭で、やっぱちょっと混乱を生じさせる問題だったなという感は否めない。はい。まあいいでしょう。 で、次です。第3、A に対する詐欺利得罪の成否ということですね。で、まあ、A に嘘をついてね、ね、えー、その、500万円の返還を免れているというところ。で財産上不法の利、財産上不法の利益が債務の支払いを免れたことであるとするには、債権者を疑問して、債務免除の意思表示。はい、これがキーワードですけども、 えーまあ、この辺もね、えー、細かいんだけれども、一応、えーと、次のページのアスタリスク、11ページ。詐、え、欺、ー、利得罪における処分行為の内容ということで、えー、判例は同罪の成立には可視ある意思表示ですね。債務免除または支払い猶予の意思表示が必要だという立場に立っていると。えー、参考判例9をつけておきました。えー、この立場によると、ね、 え、債権者がね、そのような意思表示の前提として明確な処分意思が必要となると。え、ところが、債権者が債権の存在や貴族について誤信している場合、債権者の処分意思は観念できない。ですね。え、判例10、もう、履行地帯に陥っている債務者がすでに債務を弁債した旨の、旨を債権者を騙してね、その結果事実上債務の支払いを免れた。というね。 そういう事案で、えー、こういうふうに判事してますよと。債権者がもし疑問されなかったとすれば、その督促要求により、債務の全部または一部の履行、あるいはこれに代わり、またはこれを担保すべき何らかの具体的措置がぜひともおこ行われざるを得なかったであろうと言えるような特段の状況がなければ、財産上の利益移転、まあ、すなわち処分行為を肯定できない。はい。まあ、これが判例の立場なので、 えとこれもプレゼンターで確認しておきますけどいい、ね、結局、ねえー、意思表示だから処分行為というのは二項詐欺の、えー、債務免除または支払いうの意思表示だから、ねえー、この意思が必要なんですよねで債権の存在帰属について誤信したあと、えー、債権が存在しない、まあ、あるいは自分が債権者ではないというふうに騙された。 この場合、処分意思観念できないんですよね。処分意思に基づく処分行為を観念できない。債権の存在そのものを認識していないということになるんでね。だから、こういう錯誤を導く行為は、処分行為に向けられたものという評価ができないから、疑問行為に当たらないと。ここでも実行行為性を否定しますからね。詐欺未遂罪も不成立と。 いいよねだから、アスタリスクに戻りますが、11ページ、本文でも、債、え、権、ー、者 A は、公に嘘をつかれた時点で、ね、公に対する500万円の引き渡し請求権の存在を認識してないんだよね。いいっすか、まあ、B からまだ回収してないっていうふうに嘘をついてるわけでしょ。 B は、ねえー、返済を10日だけ待ってほしいと言っていたんだよと、ちょっとまだちょっと回収してないからちょっと待っててよっ,つってで A は A は、まあ、しょうがねえな、あと少しだけ待ってやるかっていうふうに言って、えーまあそのねえー、追及をやめたということだったので、結局、ねえー、公に対して500万円の返還請求ができるということ自体を認識してないという話になるんでねだ、だから債務免除とかね、あるいは支払いの意思表示が観念できないでしょ。ってことになりますよと。 A による債務免除または支払い予の意思表示は観念できない。この場合、いかに債権者の錯誤を導く行為であっても、債権者の可視ある意思表示を促す性質を肯定できないことから、処分行為に向けられた行為だという評価ができず、詐欺罪の実行行為性を欠くと。まあ、ちなみに、ここでも実行行為性の問題ですよ。未遂も成立しないという点に注意ね。もう本文はここを貫かれてるね。 先ほどの恐喝もそうだったし、詐欺もそうだし、この後やる強盗もそうですね。すべて実行行為制の問題です。結果ではなく行為の問題です。はい。なので、 まあね、えー、細かい話だったけど一応ここもさらっとここを認定して否定しておくということになるんでしょうね10ページの一番下に戻ります公は A に対し昨日 B に対して返済するようにきつく言ったと B は今度こそ必ず返済を10日だけ待ってほしいと言っていたなど虚偽の事実を申し向けて A をしてその旨を誤信させ債権額500万の返還についての追及を免れたという事実がありますが11ページ 債権者 A はそもそも公に対する500万円の引き渡し請求権の存在を認識していない。上記錯誤によってもこれについての処分は関連し得ない。ので、上記行為は処分行為に向けられた疑問行為に当たらない。以上より本罪は成立しないというふうにしておきました。はい。で、第4。次です。A に対する強盗殺人罪の成否ということですね。で、ここがメインですね、明らかに。強盗殺人。 で、超、当案構成だけれども、まず一番で、殺人罪の逃避という形で、えー、強盗の実行行為としてね、えっ、ー、と、まず実行行為の認定なんだけれども、殺人だけ、えく、ー、くり出しました。えっ、ー、と、ちょっとこれ先に見とくか。12ページのアスタリスク、次のページのアスタリスクの一つ目を見てください。強盗殺人罪の成否を検討する場合、実行の着手の認定っていうのは、厳密には強盗の実行行為である、鍵括弧暴行。まあ、暴行または脅迫。ですね。 で、まあ、今回、殺害行為だから、ま、暴行でいいでしょう。暴行、鍵括弧暴行としての殺害行為の着手の認定ですよね。え、ですから、えー、強盗の実行行為なんですけれども、強盗の実行行為を認定するには、まあ、さらにね、犯行抑圧だとか手段性だとかっていうのを検討する必要があるため、えー、まあ、これも後ほどまた検討しますけれどもね。 だから、答案構成を明確にするために、ね、答案構成のメールをという観点から、冒頭に殺人罪の構成権該当性の検討をくくり出す形で、実行の着手を問題にしました。あの殺害行為をやって、その機会、えー、ごめんなさい、えーと、強盗行為をやって、その機会に別,途別の行為として殺害行為をやったって、こういう事案であれば、そもそも認定は別なんですけれども、ね、本問みたいに、殺害行為そのものが強盗の手段である行為と。 いう場合は、これって強盗の実行行為のそのものの認定じゃないですかで。ただ、すげえ論点がいっぱいあるので、分けましたで。殺人罪の逃避をまずくくり出しました、えー。強盗罪プロパーの認定は、えー、後ろ回しということで、後にも後回しにしました。で、11ページ戻ってください。で、まず実行の着手の認定。<laughs> え、実行の着手等は、法益侵害の実現に至る客観的危険性を含む行為が開始されること。はい、ここで、え、実質的客観説ですね。先ほど言った。まあ、これは反連立場なので、こちらを出しました。そして、この危険性判断においては、行為者の犯行計画を考慮し、第一行為と第二行為とが密接な関連を有する一連の行為と認められる場合、第一行為を開始した時点で、すでに結果発生に至る客観的な危険性が認められると。え、ですから、その時点において実行の着手があったものと開始すると。 いうふうにして、危険性を第二行為との密接関連性の視点から判断するという、ま、先ほど言った危険性判断には第一行為それ自体の危険性という視点と、第二行為との密接関連性という視点があるよということですね。で、丸二の方の視点ですね。はい。そこの規範を立てておきました。で、密接関連性のメルクマールはそこに書いてある丸一丸二丸三ですね。第一行為が第二行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠なものか否か。 丸二番、第1行為に成功した場合、それ以降の犯行計画を遂行する上で、障害となるような特段の事情が損するか否か。丸三番、第1行為と第2行為との時間的、場所的、近接性と。この3つですね。で、当てはめ、12ページ。えー、の計画は、えー、犯行計画をまず見ていきますが、A 型においてワインに混ぜた睡眠薬を A に飲ませる。第1行為。A を眠らせた後、直ちに自社に戻って、車内に置いてあった 薬剤等を取った上で、再度 A 型に赴いて有毒ガスを発生させる、第2行為。これを A に吸引させて A を殺害するというのが犯行計画ですね。して見てみると、まず、1。第2行為により有毒ガスを発生させても A がこれを確実に吸引しない限りは殺害計画は遂行できないんだから、その前提として第1行為により A を,な A を眠らせるということは不可欠であったと言えるでしょう。次、2。 え、こうは有毒ガスを発生させるために、X 剤及び Y 剤を、ね、と、これを混ぜるためのバケツをあらかじめ準備しており、え、第一行為の時点で、え、A 型に隣接する駐車場に駐車している自社内にこれらの道具をね、置いて準備していたということですから、え、第一行為によって A が眠れば、ね、第二行為を遂行する上で障害となるような特段の事情はないだろうと。 えー、まあ、自動性って言いますね。第一行為を行ったら、そのままベルトコンベアに乗っけたかのごとく第二行為まで進んでいくと、ね。自動的に第二行為に至るような状況になっていたと。で、次、第二、えー、ル三。第二行為は、同一現場である A 型において、第一行為の後に引き続いて行われると。ね、えー、いうことになっていましたと。いうことだから、両行為には時間的場所で近接が認められるでしょう。はい。えー、なので、 結論。第一行為は第二行為に密接な行為であり、行が第一行為を開始した時点で、すでに殺人に至る客観的な危険性は明らかに認められるから、その時点において殺人罪の実行の着手があったものと認められる。まあ、これを本件殺害行為と言いました。え、今言ったように、先ほどの実行の着手の危険性判断の視点の二つ目ですね。第一行為、第二行為の密接関連性と、この視点から実行の着手を今導き出しました。で、これは結局、丸一の方の視点。 すなわち第一行為それ自体の危険性という視点から、仮に第一行為それ自体の危険性が否定されたとしても、第二行為との密接関連性が認められたら結局事故の着手が肯定されるから、だから、第二行為、ごめんなさい、丸二の視点ですね。第二行為との密接関連性。これを検討して、いずれにしたって第一行為それ自体が危険であろうとなかろうと、いずれにしたって第二行為と密接関連性が認められるんだから事故の着手だよというふうに認定しておきましたが、 ね、えだから、クロロホルム事件と同様の認定をしました、ここでは。で、しかしですね、答案上、とか、その、検討した、この問題文を検討した上でね、えー、第一行為それ自体でも既に十分に危険だっていうふうに評価した人は、これ、答案どういうことで、どういうふうに書くことになるんだと。第一行為それ自体の危険性を評価、だから、丸一の視点ですね。丸一の視点で、第一行為それ自体の危険性を評価すると、あ、十分に危険だよっていうね、ことが肯定できると。危険性が肯定できると考えた場合。 1> ① の視点のみで実行効為性が認定できるという場合、この場合は果たして今見たこの第2行為との密接関連性という検討は必要なんですかはいでこの点が実はクロロホルム判例の理解の仕方で、非常にね学説の議論も錯綜しているというところですね。 はい。まあ、あの、しれっとこうやって、あの、もうクロロホルム、これ出てる、あの、出題されてることはもう明らか、出題の趣旨明らかだから、もうクロロホルムの、ね、規範を、えー、使って書いちゃえと。で、実行の着手を認定しちゃえと。いうことで、あまり迷わずに書いちゃった方が、現場の判断としては正解なんでしょうね。ただ、厳密に考えると今の問題が出ます。第一行為、それ自体の危険性っていうのがまず前提問題としてあってさ、でそこで肯定できるんだったらもう終わりじゃないと。なんで、密接関連性を認定したのと。 どうしてですかという問題です、ね、はいでこれが12ページの下のアスタリスクで書いておきましたけれども、えー、今言ったようにね一連の実行行為論を実行の着手すなわち客観面の認定 で問題とする実益というのは実は第1行為、それ自体の危険性が仮に否定されたとしてもね、その場合であっても、第2行為との密接関連性を検討することにより、第1行為の時点で実行の着手を肯定することが可能となると、えー、まあこれを未遂処罰範囲の訴求的拡張というふうに一応、読んどきますけれども、はい、この点に今、実益があるんだと。<laughs> いうね、えっと、行為一計画上の行為丸二というふうになっているときに、え、行為丸一単体で危険性を判断すると、行為丸一に着手してますので、で、このま、行為丸一第一行為単体で危険性を判断して、ここで高度の危険性がもし肯定できるならもうそれが実行行為じゃないですか。で、ところが、単体だと危険性が肯定できないよと。まあ、ツあるいは三角ぐらい。そこまで高くないな、危険が。っていうね。ちょっとこれだけだと危ういな、と。 いうときは、これって単体で評価すると単なる準備行為で殺人予備の行為、予備行為でしかないということになっちゃうんだよね。そこでっていうことで、えー、次のね、この行為丸1、行為丸2、一連一体で危険性を判断する。ここで一連の実行行為という認定になるんですね。第一行為、第二行為の密接関連性を検討し、密接関連な行為と言えれば、行為1の時点で実行の着手ありと。一連一体の行為に着手した時点で実行の着手ありと。 メルクマールはこの3つですけれども。で、これが思考プロセスなんですよね、基本的には。となると、結局この密接関連性の検討の前提としては、第一行為の危険性が否定された場合に初めて実益が出るわけで、第一行為それ自体の危険性を肯定した場合はそれでおしまいじゃないかと、実行行為の認定は、少なくとも、客観面は。っていうことになる,なるんだよね。はい。で、本問で言うと、 1> えー、第1行為、それ自体の危険性を否定するんだったら、まあ、あるいはその、ね、肯定まではできないなと、罰ないし三角ぐらい、ね、こういう考え方、こういう把握の仕方を前提とすると、今言ったようにまさしく、客観面でこれを認定しなきゃいけないということになって、客観面の実行の着手の認定で、この密接関連性の検討が必要になってくるということになるでしょう。これに対して、第1行為、それ自体の危険性ですね。 まあそして結果との因果関係が肯定されて、規制犯となっているという場合に、構成要件の客観面の認定としてはもうそれで十分じゃないかと。第一行為、それ自体が実行行為と評価できるんだから、客観面の実行の着手の認定としては、別に第二行為との密接関連性を検討する必要ないでしょうと。もうこれだけで実行行為じゃないと。しかも因果関係も認定できるんだから、客観面それで終わりじゃないと。そういう理解も可能ですと。これ最近書籍化されたね、 えっとまあ、今年から新しく試験委員となった先生が、ね、この考え方を書いてますけれども最近はだから学生もこういう考え方で把握している学生も増えてきてますね、はい、だからその場合のこの一連の実行行為論ってじゃあ何なのとその場合の早すぎた構成要件の実現の問題の所在は何なのかというと結局これはもう客観面の認定じゃないんだと。 いうことなんですね。第一行為時点における、行為の損否、主観面の認定の問題に尽きるんだと。え、え、が第一行為から A が死亡する危険性を認識していなかったという点が、もっぱら主観面の行為の認定において問題となるに過ぎない。まあ、こういう把握になるんですよ。だから、この場合の一連の実行行為論の実績っていうのは、え、これさっき言いましたけど、第二行為に留保された行為を第一行為の時点に前倒しするっていうための理論なんですね。 訴求的に、ね、恋、えー、の認識対象行為を拡大するということですね。一連の実行行為を行う認識として、恋を認定するための議論。恋、えーまあの,の,えー、の認識対象行為の拡張というふうに書いておきましたけどね。こういう把握の仕方をすることになります。だから、論述上も主観面の認定でこれが出てくるという書き方になってくる可能性があるんだよね。 客観面はもう第一行為を実行行為として、で、結果との因果関係認定して、客観面の認定はそれで終わりと。じゃあ、故意はっていうところで、故意の認定の問題、故意のところで、この第二行為との密接関連性を認定し、この一連の実行行為を行う認識があったんだから故意ありと。ここで初めてこの密接関連性の認定が出てくると。いいですか なので、本問でもね、第一行為、それ自体の危険性を肯定して因果関係を認めている場合はね、客観面の実行行為の認定としては第一行為だけだ。そうやって実行行為を把握すれば足りるんだっていう論じ方があり得る可能性がありますと。ってことになるね。 その場合の密接関連性の検討は客観面ではなくもっぱら主観面の行為の認定で出てくる検討と位置づけられる。まあ、答案上も、必ずしも客観面の認定で論述する必要がないということになってくると。主観面で密接,性密接関連性を検討するというような答案構成があり得るということになってくる。だろうと思います。あんまりだからそういう答案がまだ流通してないので、あんまり見たことないんですけれども、えー、理論上は肯定、えっ、ー、と、 え、許容される、答案構成になり、なるんだろうな、というふうに思いますね。えー、じゃあ、この第一行為の実行、え、第一行為自体の危険性どう把握すべきかなんですけれども、え、やっぱりですね、本物の第一行為は睡眠薬を混入する行為ですよね。で、たまたま A の死亡結果を今回は発生させましたけど、やっぱり行為、それ自体の性質としては、危険性を否定する方が素直だと思います。ただ、これは、 行為の性質に着目する考え方は、どちらかというと、行為無価値論の発想ですね。行為無価値論の発想に立つと、睡眠薬を混入させるっていう行為は、やっぱり危険とは言えないだろうなっていうね。行為の性質として。先ほどの定型性を重視するけ、えー、形式的客観説に近い発想に寄ってきます。行為無価値論からだと。やっぱ定型的にね、えー、睡眠薬を混入する行為が殺人の実行行為というのはおかしいよね、と。 いう発想ですね。で、これに対して、結果無価値論の発想に立つと、結果的に A を死亡させてんだから、結果的に死亡させた行為の中、危険に決まってんじゃないかと、ね。その行為が危険だったから死亡したんでしょう、ということになるので、ね、結果的に A の死亡結果を引き起こした行為である第一行為の危険性は、これは肯定できるよと。危険性ありだよという発想になります。だから、ね、今言った、もっぱら一連の実行行為論は、未接関連性は、もっぱら主観面の行為の認定の問題に過ぎないんだ。 っていうふうに捉える理解というのは、結果無価値論的な発想だと思いますね。第一行為はもうこれでおしまい。あ、ごめんなさい。実行行為の認定はこれでおしまいですと。結果を引き起こした行為がある、ここにあるんだから、これでおしまいなんだよと。はい。まあ、そう捉えると、もう第一行為それ自体で実行行為だと言っちゃって、ね、客観面の認定はそれでおしまいになっちゃうよと。まあ、因果関係は別途認定しますけどね、もちろん。 少なくともこの密接関連性を実行の着手の問題として提起する必要性、必然性はないという理解の仕方があり得るということになりますね。でちなみに、クロロホルム事件はじゃあどうかというと、12ページの一番下のアスタリスクですけど、クロロホルム事件は第一行為それ自体に高度の危険性を肯定し得るんですね。肯定し得るものの、 被害者の死因がいずれの行為によるものかが特定できなかったという特殊な事案でした。だから、クロロホルム事件でいうと、また本問とは問題の所在が違うという理解ができます。えー、本問はね、死因が明確に第一行為によるものだっていうことが明確に特定できるので、ね、えー、だから本問とは事実関係が異なっているよと。 いいよね。クロロホルム事件がね、第一行為、それ自体の危険性が肯定できる行為であると。ね、そういう事案だったにもかかわらず、睡眠薬じゃないからね。クロロホルムだからね。クロロホルムを欠か,かせる行為は、それ自体で人をね、死亡させる危険性が十分に認められる行為なわけですよね。で、それにもかかわらず、なお客観面の認定で密接関連性を検討してました。で、これはまさしく因果関係が不明だったからだという把握の仕方が一応できるんですよ。第一行為と第二行為、どっちが死因だったか認定できなかったんです。だから、 ね、この死亡結果が、ね、因果関係を認定するためには、ね、第一行為、第二行為をこう一連の実行行為として把握して、どっちから結果が発生しようと因果関係認められるよっていう議論ができるようにしたと。だから客観面で一連の実行行為として把握する必要があったと,ということになりますね。まあ、メルクマールはだからこの3つですけれども、第一行為それ自体に危険性があるにもかかわらず、ここの因果関係が認定できないから、証拠上。 だから、一連の実行行為という形で把握して、結果を、えー、規制、させたと、ね。この因果関係が認定できない場合ですね、えー、これ一連の実行行為というふうに把握しないと、検察官起訴状を書けないんですよね。控訴事実を。これ、あの、刑法の教科書だと、ね、疑わしきは被告人の利益にだから、これ結局これが不明な場合には、こっちから結果が発生した場合っていうふうに考えるんだよと。 被告人に有利な方で考えるべきだから、第一行為から結果が発生した場合っていうふうに考えて検討しなきゃいけないんだよ、というふうに書いてあるんですけど、刑法の教科書だとね。先ほど言った、あの、試験委員の先生の書籍にもそう書いてありますし、こっちから結果が発生した場合だよっていうふうに考えると、まさしく本文と全く一緒ってことになるんですけど、危険な第一行為から結果が発生してるんだから、第一行為が実行行為でいいじゃないかと。 いうね、先ほどの説明につながっていくわけだけど、実務上はその発想はやっぱ取れないんですよ。なぜなら、えー、控訴事実が書けないから。第一行為により死亡させたっていう控訴事実を書けないから。まあ、あるいは判決書において罪となるべき事実をね、裁判官書けないですよね。クロロホルムを吸引させ、これによって被害者を死亡させたっていう事実を書けないじゃないですか。証拠で認定できないんだから。 だから、ねえー、疑わしきゃ被告人の利益2の原則により、第一行為から結果が発生した場合として考えなきゃいけないんだよっていうね、えー、そのね、えーと、理屈の話はわかるんですけれども、えー、その工学上の議論はわかるんですけど、実際の実務上は判決書とか起訴状を書かなきゃいけないわけで、だから一連の実行行為って書くわけです。第一行為をやり、えー、そして第二行為に及んだと、これらの行為によって死亡結果を発生させたというふうに書くわけです。 はい。ということで、まあちょっとクロロホルムのじクロロホルム判例の理解の仕方も絡んできて、まあ、ここが出題されるとね、やはり議論が錯綜する傾向があるんですよね。13ページ。えっ、ー、と、この判例の理解の仕方については、現在も学説の議論が錯綜しているよと。平成25年の出題趣旨でもこう書いてあった。構成予見の実現が早すぎた場合の実行の着手時期をどのように考えるかについては、まあ、平成16年判例、クロロホルム事件が参考になると。 この判例の考え方に従わない場合も、同判例を意識しつつ、殺人罪の実行の着手時期について、事故の見解を説得的に論証した上で、的確な当てはめを行うことが求められると。判例の考え方に従わない見解の許容性について、出題書士で明示的に普言するっていうのはちょっと珍しいんだよね。はい。まあ、このクロロホルム事件の理解の仕方は、まだ一様に固まっていないということになるからなんでしょうけどね。 だから、当案構成がいろいろな、当案構成のあり方が想定し得るということは言えると思います。まあ、少なくとも第一行為それ自体の危険性を欠くっていうような、ねえー、場合に一連の実行行為をは検討すると。先ほど見た、えー、処罰範囲の訴求的確証の事案ですね。第一行為それ自体の危険性を欠くということから一連の実行行為を検討する必要があるんだと。 この場合の、この類型の事案とクロロホルムの事案は問題の所在が異なっていると、問題の所在が違うぞということが言えます。なぜならクロロホルムは第一行為、それ自体が危険だから。で、本文の第一行為をどう評価するかっていうことでね、党案構成はいろいろあり得るんだということになるでしょう。ただ、こういうふうに難しい問題に突っ込まずに、先ほども言ったように、しれっと。 客観面で実行の着手でもうしれっとこの、え密接関連性を検討して実行の着手を認定し、で、次の因果関係の認定に進むということをやった方がいいと思います。あの、受験の戦略上はね、答案戦略上は。やはりこの議論を真剣に悩み出すと答え出ないんで、ね、えー、まだ学説の議論もね、固まってはいないですし。 ということで、まあ、ここの点については非常に悩ませる問題で、あの、いい問題だということは言えるんだと思うけれども、その代わりちょっと試験との関係では気をつけなきゃいけないですね。こういう議論はね。はい。じゃあ次、続き行きましょう。13ページ。え、因果関係。因果関係はここでは危険の現実化説に立ってね。えー、刑法上の因果関係は、行為時の客観的事情を基礎として発生した結果が実行行為の危険性を現実化したものと評価できる場合に認められるよと。 A は睡眠薬の摂取により心臓疾患が急激に悪化して急性心不全に陥ったことにより死亡したと。え、の第一行為が A の特殊な心臓疾患と相まって死亡の結果を発生させたと認められる以上は、本件殺害行為の危険性が A の死亡を結果へと現実化したものと評価できるということにしておきました。で、為ですね。 え、うは、え、上記一連の実行行為に着手して、結果として A を死亡させてるんだから、第一行為の時点で、殺人の実行行為を行う認識があったと。ま、ここではね、一連の実行行為の認識があるから、もう実行行為性の認識ありと。もう客観面で検討してるんでね。え、因果関係の錯誤についても触れておきます。なお、うは第一行為によって A が死亡するとは認識していなかったものであり、うが認識した因果経過と現実の因果経過は、そこが生じていると。 最も犯罪の行為があるとするには、行為者が認識した事実と現実に発生した事実とか法定の範囲内において一致することをもって足りるということで、法定的不合説。ですから、行為は第二行為により、A に致死性のある有毒ガスを吸引させて殺害するという殺人にあたる、殺人罪にあたる因果経過を認識している以上は、上記のような因果関係の錯誤があっても行為を阻却されないということですね。 はい。で、ここまでが殺人罪の該当性をくくり出した認定の部分で、で、こっから先が強盗罪プロパーの認定です。で、強盗の認定で、まずは犯行抑圧ですね。えー、上述の通り、本件殺害行為は A を死亡させるほどの危険性を有するものであるから、えー、相手方の犯行抑圧に足りる程度の暴行に当たると。あ、ごめんなさい。暴行に当たるっていうのは、こ、この段階ではまだの、まだ、あ、認定しちゃダメだ。えー、犯行抑圧するに足りる程度の暴行であると。 えー、足りる程度の行為であると。犯行抑圧の認定があって、で、その次のね、えー、この利益移転。ここまで認定できないと実行行為が認定できないので、手段性ですね。えー防、鍵括弧暴行に当たるっていう結論が出せるのは次の検討を経た後です。えー、14ページ、えー。財産上不法の利益を得るような行為と言えるかどうかってことですね。 ここでももうずっと実行行為の認定だよっていうことは一貫してね、この問題出てますね。二項強盗は相手方の犯行を抑圧する、する暴行脅迫を手段として財産上の利益を得ることにより成立し、必ずしも相手方の意思による処分行為を要するものではないと。最も,も本罪の暴行または脅迫は財物奪取、あるいは利益移転に向けられたものであることが必要だと。二項二項における暴行または脅迫が、 財産上法の利益を得ることに向けられたものであるというためには当該利益の移転が一項における財物の奪取、占有移転と同志できる、同志しうる程度に具体的かつ現実的な財産的利益の移転であると評価できることが必要だというね、この鍵括弧を用いてというこの要件の認定、手段性の認定ですね。 はい。えー、まあ、このね、実行行為の認定っていうのが、今回、恐喝でも詐欺でも強盗でもね、一貫してましたね。えー、この問題意識ね、えー。1項だと財物取得、2項だと利益移転に向けられたものだと、ね。この用いてという、ね、条文の要件です。まあ、これ、手段性の要件と言います。で、まあ、1項であれば明確なんだけれども、ね、2項だと、ね、それが物理的なね、現象を伴わないから、 え二、ー、項の場合は、この認定が困難になると。これ、これがここでの問題の所在ですね。えーと、14ページのアスタリスクの下のところを見てください。あアスタリ1個目のアスタリスクか。えー、強盗罪における暴行または脅迫は、財産犯の実行行為である以上、財物または財産情報の利益を取得することに向けられたものであることが要件となると。えー、用いて、手段性ですね。えー、ところが、一項における財物の占有移転の場合ですね。これとは異なり、二項の利益移転、こちらの場合はですね、 財産情報の利益が目に見えないということで不明確になると。物理的な現象を伴わないから。だからこの手段性の判断が困難だという点がここでの問題の所在です。すなわち、一項の財物の取得、占有移転の場合と同志できる程度に具体的かつ現実的な財産的利益、そしてその移転を観念し得ない状況においてどれほど強度の暴行脅迫を行っても、すなわち犯行抑圧程度であってもですね、犯行抑圧程度の行為であっても、強盗罪の実行行為を構成しないと。 財産犯の実行行為としては、いわば不能犯だという議論になる。認定になると。でこれはあくまで、やはりね、ここでも強盗罪の実行行為の認定の問題ですと。だから、本問で言うとね、公による A の殺害行為が強盗殺人罪の実行行為となるのか、それとも単なる通常の殺人の実行行為なのか、という問題ですで。やはりここでもね、現に利益移転があったか否かっていう結果発生の有無を問題にしてるわけではないと。 強盗が奇跡か未遂かを問題にしているわけではないよということですね。はい。で、まあ、処分行為は観念できませんので、ねえー、そしたらあ、メルクマールとしてはね、具体的かつ直接的な利益移転、具体的かつ確実な利益移転が観念できるかどうかってこれ事案によって判断、事案ごとに判断していくしかないよと。で、利益移転に向けられた行為とは評価できない場合は、今言ったようにね、鍵確保暴行脅迫に当たらないという認定になりますと。実行行為が認定できないと。強盗罪としての実行行為性を書くと。 よろしいでしょうか。で、当てはめ見てください、14ページ、公は A から取り立て委任に基づいて、B から不法に領得した600万円のうち、A の債権額500万円について、A に対する返還債務を免れる目的で、本件殺害行為に及んでいると利益移転に、利益移転に向けた目的は認定できますね、じゃあ、そういうシチュエーションがあったかどうか。 え、A に、相続人が存在しない。また、A の B に対する債権の存在を証明する資料がない。A、B 及び公以外に知っている者はいないということになると、こういう評価ができます。A を殺害することにより、公に対する500万円の返還請求の追求は事実上不可能になったと。いうことで、殺害行為によって具体的かつ現実的な利益移転が観念できるよと。 したがって、本件殺害行為は財産上の利益移転に向けられたものという評価ができるので、以上より本件殺害行為は鍵括弧暴行にあたり、うは強盗に当たるということですね。ここまで議論して初めて暴行、鍵括弧暴行、実行行為が認定できると。はい。で、まあ、細かい話として、14ページの下のアスタリスクですけど、 なお、公が A からダッシュした利益は、取り立て委任の受任者の追うべき受け取り物の引き渡し債務を免れるという利益だが、まあ、そもそも公が取り立て委任に基づいて受け取った金銭が B から不法に領得したものだから、<laughs> A の引き渡し請求権がですね、刑法上保護に値するかという視点からですね、さっきの横領罪と全く同じ、A の、A は保護に値するのかという問題が一応出てくるんだよね。 えー、仮に A の引き渡し請求権の要保護性を否定するのであれば、本件殺害行為は強盗とはならないから、あまあ、通常の殺人罪だということになるでしょうけれど。でも先ほどはね、A のもの、肯定してますので、A の刑法上保護に値するという評価をしてますので、まあ、ここでも同じようにね、A の引き渡し請求権は刑法上保護に値するということで、ね、二項強盗の成立を肯定しておきました。 はい。残りの要件はいいよね。死亡させた。えー、死亡結果との因果関係はもう認められています。で、故意もいいでしょう。えー、認識任用にかけるところはない、えー。なお、強盗に、強盗、ん強盗の機会にですね。強盗にじゃなくて強盗のですね。動きがあります。えー、強盗の機会に頻繁に伴う殺傷結果を過重構成要件とした本条の趣旨からすれば、殺意がある場合も本条公団に含まれると。 ま、240条に故意ある場合が含まれるかっていう議論ね。えー、ま、これも基本だけど落とさないようにしてください。えー、以上より本罪が成立すると。はい。え、ということで、 盗撮人はいいでしょうで最後第 5A に対する窃盗罪の成品ということで、えー、まあ、ここは簡単に認定しておきましたちょっと考えるといろいろまた問題が出てきちゃうんだけどもうさすがに力尽きますよねここまで来るとね、えー、甲が有供費を得るために監禁しようと考え A 所有の高級レドケーを自らの上着ポケットに入れて A 方から立ち去った A の意思に反して、A の財物に対する専用移転したものだから摂取にあたり、えー、故意及び不法領得意思も認められると。以上より本罪が成立する。で、一応強盗を直書きで、一応念のため否定しておきます。えなお、本件殺害行為は、あ本件腕時計の奪取に向けられたものではないですと。 あの、殺害行為の時点で腕時計の存在を認識してないわけだから、この、この腕時計ダッシュに向けて殺害をしたっていう評価はできないんですよ。これは明らかです。他方でですね、ま、本件殺害行為、さっき言ったように、二項の、二項強盗の実行行為だというふうには言えるので、二項の実行行為を一行の実行行為と、見なせるのかというかさ、二項の実行行為なんだから、一行の実行行為とも評価できるんだよ、っていうね、 そういう議論が成り立つのかということは一応問題となりうるのかもしれないけどね、ただ、ここではあくまでもこの殺害行為は利益移転に向けられたものであって、財物奪取には向けられてないですよね、だから1項と2項はやっぱ同一構成要件ではないので、それぞれ別々なわけですね、だから2項の目的があれば1項の目的もあるんだっていう認定はやっぱり難しいだろうと。 法定的不合説的な発想だとね、そういう議論が成り立たなくもないのかもしれないですけれども、やっぱり2項と1項は別だろうということで、だから財物奪取に向けたものだという評価はできませんよと。他方で、項が奪取意思を生じた後に新たに暴行脅迫をやったというふうに評価できる事情もないと。新たな暴行脅迫も認定できない。ですので、合主には当たらないということで、強盗罪は成立しないと。 え最後のアスタリスク15ページ下のところ。まあ、いわゆる事後的脱出意の事案で、えー、まあ強盗罪が成立し得るのは今言ったようにね、えー、脱出意志を生じた後に財物脱出の手段としての新たな暴行脅迫と評価できる事情がある場合。えー、ちなみにこれ昏睡強盗を、ね、認定した人がもしかしたらいたかもしれないけど、昏睡強盗でも同じ議論だからね。昏睡させる行為の時点で財物脱出意志が必要ですよ。これがない場合は窃盗罪に過ぎない。 はい。この場合の新たな暴行脅迫は、えー、厳密な意味での暴行または脅迫に該当する行為である必要はなく、実質的に暴行脅迫と評価できる、同志できる事情があれば足りると。まあ、判例14とかもつけておきました。まあ、相手をね、こう、緊迫して、え監禁してる状況が続いてると。これは実質的には脅迫行為をずっと続けて、暴行脅迫をずっと続けてるっていうのと同じだよと。 はい。えー、もっとも、当初の暴行脅迫により被害者が失神してしまった場合については、ね、新たな暴行脅迫を認定することは難しいですよと。まあ、参考判例15を見といてください、ね。失神した被害者ってそれ以上維持することはね、観念できないよね。もう失神してるから。だから脅し続けてるっていう評価できないんですよね。いわゆる挙動による脅迫も認定できませんと。だから失神したっていう事情があるかどうかっていうのが一つのね。 え、分岐点なのかなと。で、本門もまさにね、え、気を失っちゃってますので、ね、え、眠り込ん、気を失ってるとか眠り込んじゃってますので、猫が腕時計をダッシュしようと意図した時点では A は眠り込んじゃってるので、まあその時点以降に新たな暴行、脅迫を認定することはまあできないよということで。はい、ということで、まあ相当ボリュームありましたよね。え、16ページ最後、材数を見といてください。 A に対する横領と A に対する強盗殺人については、実質的に同一利益の取得ということで、包括一罪にしておきました。はいまあ、これでいいですが、まあ、相当分量があったので、これをいかにこの議論をコンパクトに書いて、時間内に書ききるかというところが、まあ、一番重要な市上命題になったんだろうなと。 で今見たような分析を2時間の間にすべてやりきるということはもうほぼほぼ不可能だと思われます、本問についてはね。えー、なので、えー、適宜はしょってコンパクトに議論していくという術を身につけていたかどうかというのが一番ね、えー、本問では重要なポイントだったかなというふうに思いますね。はい、ちょっと刑法の方が重たかったので、大幅に時間が超過しましたけれども、ここで一旦休憩にします。 はい、えー、じゃあ、後半、刑事訴訟法の方にいきましょう、第2問、刑事訴訟法ですね。で、えっ、ー、と、刑事訴訟法についても、まず問題文から、えー、質問1が、河川部丸1の取り調べの適法性について、具体的事実を提起し,しつつ、論じなさい。問2 これ、証文1、2に分かれてますね。1、自白に対する自白法則及び報酬集証拠排除法則の適用のあり方について論じなさい。ということで、えー、珍しく一行問題ですね。これ、この問題文だけで答えられますね、えー。事案関係ないという抽象論を論じられ、論じさせる問題です。で、2、1で論じた事故の見解に基づき、下線部丸一の取り調べられた、ああ、河野自白の証拠能力ということで、こちらは、本文の事案に基づいて、 で検討するという問題でですねで質問3、河、え、川、ー、部2の請求につき、裁判所はこれを認めるべきか、えー、弁護人の証拠意見を踏まえて、具体的事実を提起しつつ論じなさいと。はいということで、まあ、全体の感想ですが、まあ、刑法と比べると相対的に問題文の分量は、 え、てき、も、問題文の分量は同じぐらいなんですね。え、問題文の分量は同じぐらいなんだけど、検討すべき事項の分量としてね、え、刑法に比べると相対的に適量に思えるという問題でした。で、説問1が捜査法で、それ、説問2が証拠法と。で、説問3は、形式的には、後半手続きを問う問題、裁判所がどうすべきかですからね。 えー、形式的には、この承認尋問請求の取り扱いということで、後半手続きを問う問題なんですが、その中身の実質は証拠法の問題ということで、えー、まあ、証拠法分野からは、結局、えっ、ー、と、まあ、伝聞が出てないので、伝聞法則が2年ね去年も出なかったよね。だから2年連続で出なかったっていうのは、これは新司法試験になってから初めてじゃないですか。2年連続伝聞出てないっていうのは。 でまあ、そうすると来年あたりはもうかなり狙い目だなという予想が立つわけですけれども、ねえーまあ、自白法則、違法収集証拠排除法則とでさらにはまあ同種善科あるいは類似事実の関連性という形で証拠,証拠法の領域からの出題になっていると。 はい、じゃあ、説問1からまず見ていきますが、まず、説問1、えー、と、レジュメは22ページですね。で、えーまあ、任意同行に引き続き、任意取り調べの適法性判断枠組みということで、まあ、レジュメにも書いておいたんだけれども、はいえー、と一応、こちらで、プレゼンターにも移しておきますが。 えっと、22ページのアスタリスクを見てください。えー、任意同行取調べの適法性判断枠組みについて、まあ、二十平成26年の出題趣旨ですね。えー、任意同行後の宿泊を伴う取調べの適法性が問われ、えっ、ー、と、ごめんなさい。えっ、ー、と、任意同行後の宿泊を伴う取調べの適法性について判事した指導的な最高裁判例、まあ、いわゆる高輪グリーンマンション事件ですけれども、えー、任意捜査の一環としての被疑者取調べに関し、第1に強制手段を用いることは許されないと。と で、第2に、強制手段を用いない場合でも、事案の性質、被疑者に対する容疑の程度、被疑者の態度等、諸般の事情を勘案して、社会通念上相当と認められる方法、対応及び限度において許容される。はい。という2段階の適法性判断枠組みを示しているということで、出題趣旨に、ね、えー、記載がありました。はい。この判断枠組みに従った検討が求められるでしょう。これ、かつては、実質逮捕かっていうね、 実質逮捕として違法になるか、それとも適法かっていう二分論だったんですね。二分説的な発想の裁判例が多かったんですが、その後ね、えー、この高縄グリーンマンション事件を契機に最高裁としては、えー、判例1、参考判例1をつけておいたけど、いわゆる昭和51年決定ですね。あの、強制手段の定義についてのリーディングケース。はい。あれの、あの判例以降はですね、えー、この二段階の判断枠組みと。 ね、だから第一基準として強制に当たるか、強制処分該当制と。で、この強制処分の意義については、個人の意思を制圧し、ね、えー、っていう、この昭和51年の決定があります。で、第二基準として、任意捜査として、任意処分としての適法性、相当性ということですね。で、ここでは比例原則ですね、捜査比例の原則。 があの取り調べの場面で、ねえー、どういうふうに具体化されたかという形で、えー、この昭和59年の判例があります高殻グリーンマンション事件ですねはいだからこの2段階の判断枠組みっていうことを意識して、ね、これで検討していくとはい まず第一基準、強制処分該当性については、参考判例2がですね、実質的には逮捕状によらない違法な逮捕であったと。参考判例3、同、え、行、ー、はその場所、方法、対応、時刻、同行後の状況などからして、逮捕と同一視できる程度の強制力を加えられていたもので、実質的には逮捕行為にあたる。 というふうに判事していて、結局この第一基準での判断、判断対象というかね、えー、視点は、やはり実質逮捕と同時できるほどの強制手段が用いられたかどうか。強制手段の定義としてはこれですよ。え五51年決定で、個人の意思を制圧し、身体住居財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為。これが強制手段の定義ですけれども、そこでの視点は、実質逮捕か、実質逮捕かどうかと。 いうねえー、この視点から主に検討されているただまあ厳密には強制手段に当たる場合というのは厳密には実質逮捕に当たる場合だけではないんだよね、えー、だから、ねえー強制えー、実質逮捕に当たるかどうかというのが主な検討視点というふうに言,い言えるでしょう、えー、で次に第2基準任意捜査の相当性については参考判例4および5ですね が、比例原則の、まあ、これ、高輪グリーンマンション事件がですね、えー、判断基準、考慮要素を具体化しているということで、この考慮要素に従って検討することになりますと、ね、これですね、事案の性質、容疑の程度、えー、被疑者の態度、はい、これらを勘案して、社会通念上相当と認められる方法対応限度と、ね、こういう形で、えー、比例原則を出しています。 はい。なお、これらの適法性判断において、違法と判定する場合にね、 第一基準で、令状主義違反だと、実質逮捕だと、無令状逮捕だというふうに判定するのか、それとも第二基準で、比例原則違反だと、相当性がないというふうな認定にとどめるのかは、実はですね、取り調べの結果得られた供述、自白について、違法収集証拠排除法則を適用する際の、違法の重大性の判断に影響を及ぼしうるよという点に注意が必要ですと。一応ここで指摘しておきます。これ、本文はまさにね、 その自白の証拠能力っていうところまで問われるので、説問2で、そこにリンクしていく、関連していく可能性があるんでね、これどっちで認定するかで、はい、で一応、頭出しだけしておきますね、その問題意識を、で検討、見てください、22ページの、まず強制処分該当性第1基準ですが。 司法警察員 P 及び Q は、12月4日の午後6時頃に、甲方に赴むいたが不在のため、同活付近で待機していたところ、同日午後9時頃、甲が帰宅したのを確認したので、甲方のインターホンを鳴らし、玄関先に出てきた甲に対して、本件住居侵入セットの件で、H 警察署までの同行を求めたというのが、同行を求めた場所、時刻ですね。 さらに、えー、上記同行の求めに対し公は協力しますと言って、これに同意したことから、ーピーラはー公を徒歩で同行し、えー、同日午後9時10分過ぎ頃に H 警察署に到着した。まあ、これが同行の方法対応。まあ、特段、なんていうか、えー、強制力を加えたような事情ないんだよね。徒歩でやってますしね。取り囲んでパトカー乗せたとか、そういう事情が出てくると、ね、話変わってくるんですけど。はい。 で、さらに、P は、えー、同日午後9時20分頃から、H 警察署取調べ室において、黙秘権等を告知した上で、公の取調べを開始。えー、同取調べは、翌5日午後9時30分ま、頃まで、約24時間にお、えー、わたって行われたが、その間、公、えー、は取調べを拒否して、帰宅しようとしたことはなく、仮眠したい旨の申し出をしたこともないと。また、P らは、公からの,トイ,レのもトイレの申し出にはいつに、いつでも応じたと。いずれも応じた。 ほか、朝食、昼食及び夕食を取らせて休憩させた。そして、取り調べ中、取り調べ室及びその周辺には警察、取り調べ官のほか警察官が待機することはなかったと。まあ、常時監視するっていうような状況も作ってはいない。はい、これが同行後の状況。まあね、えー、先ほどの、あの、平成26年の出題出資に指摘されたね。 同行の場所、方法、対応時刻、同行後の状況って、ま、これらを、ま、着目して、事実ピックアップしましたけれども、この同行後の状況も重要ですからね。あの、同行時点の事情だけで、その同行が強制かどうかを判断するわけではないですね。同行後の事情も含めて、ね、全体として振り返ってみたら、やっぱそれ強制だったじゃないかと。ね、強制的に身体拘束したのと実質的に同じじゃないかと。え、それは同行後の取り調べ状況も踏まえて認定するというところがポイント。 はい。で、これで逮捕と同一視できる程度の強制力が加えられていたと評価できるかっていうことですが、えっと、23ページのアスタリスクです。えっと、まず注意点1点目は、えー、あくまでも問われてるのは取り調べの適法性だから、あ実質逮捕ですっていうだけじゃダメですよ。 実質逮捕ですと。違法な身体拘束ですって言うだけじゃ、それじゃ問いに答えたことにならないからね。えー、違法な身体拘束だと評価できると、違法な身体拘束下で取り調べを行ったんだから取り調べが違法ですって。そこまで繋げなきゃダメですよ。いい行の動向が、ね、えー、まあ、さらに警察署へのどめ置きが、実質逮捕と評価される場合に、その違法な身体拘束下において実施された行の取り調べも違法となると。ただ、今言ったような本問における各事情からするとね、 え、その動向を求めた場所とか時刻だとか、対応だとか、動向後の状況からすると、え、ま、これが実質逮捕に当たるという認定はなかなか難しいと思います、本問では。え、なお、これ先ほどちょっと言いましたけど、動向から引き続き取り調べが実施される場面における強制手段は、厳密には実質逮捕の場合、すなわち、強制的な身体拘束、 の場合以外にも、例えば取り調べにおいて拷問とかね、脅迫などが求め、えー、用いられた場合と。まあ、すなわち、えー、供述を強制された場合ということですね。強制的な身体拘束の場合か、あるいは供述を強制されたような場合。これも強制手段に当たりますよね。 最近はだから実質逮捕がいいかというメルクマールを用いないでも端的に強制手段かどうかっていう問題提起をした上で検討するという説明の仕方も有力ですね。先ほどの26年の出題趣旨もそういう考え方に沿って記載されてましたし、えー、高輪グリーンマンション事件もそうでした。 もっともですね、えっと、強制手段を用いたと評価される場合の典型的な事例が実質逮捕の場合であるということには変わりないので、え、まあ、身体拘束の強制があったかどうかっていう観点からの検討はいずれにしても必要になるということは言えますけどね。 ええー、まあ、もっとも本問においてはっていうところですけど、えー、この取り調べで偽計が用いられたっていうことがあるので、目否権侵害だということで、供術の自由に対する侵害を問題とする余地はありますが、まあ、これは後ほど説問2で検討しますが、まあ、取り調べの際にね、拷問とか脅迫が用いられたっていうわけではないので、供術の強制っていう側面から、強制処分該当性を肯定することもやっぱり難しいだろうというふうに思います。 ですので、まあ、それを前提とすると次の第二基準に行きますね。えー、任意操作の相当性と。こちらに行きます。で、えー、こちらでは具体的な事情を見ていくとどうでしょうか。必要性をまず見ていきます。23ページ。えー、まあ、必要性っていうのはどちらかというところで、ね、事案の性質とか容疑の程度とか、これが必要性を基礎づけるよね。えー、で、見ていくと、本件は12月3日の午後8時頃、 から、同日午後9時頃までの間に、H 市内の一戸建ての V 型一階吐き出し窓のクレセント状近くの、ガラスが半円形に割られた上で、施錠が外された上で、V 型一階に保管されていた現金10万円が接取されたという住居侵入事件だ。しかも、同年10月から11月にかけて、H 市内一戸建て民家において、同様の手口による同種事件が連続して5件発生していたと。 不安を感じた住民から早期の犯人検挙を求める要望が多数寄せられていたと、はい、これがまあ事案の性質です、24ページ、まあ、事件の重大性、まあ、ないしは早期に犯人を検挙し、同種事犯の発生を未然に防ぐ必要性ということが言えるでしょうさらに、今見たのがこの事案の性質ですね、容疑の程度どうでしょうか。 これは孔に対する嫌疑ですよね。12月1日の夜、H 市内に居住する孔が、同市内一戸建て X 型において、一回吐き出し窓のクレセント状近くのガラスにガラスカッターを当てているのを、顔見知りの住民 W に目撃された。ため、逃走した胸の W からの通報があったところ、X 型あ窓ガラスに残されていた傷跡が、一例の住居侵入窃盗事件の窓ガラスの割れ。 あとと形状において類似していたということですね。また、本件住居侵入窃盗における窓ガラスの割れ跡は、X 型と窓ガラスに残された半円形の傷跡の形状に類似していたということで、ピーラは、本件住居侵入窃盗と上記5件の住居侵入窃盗事件は、公による連続窃盗事件じゃないかとの権威を抱いたと。と これはある程度合理的な権威の存在、まあ、早期に公の権威を確認する必要性を基礎づける事情と言えるでしょう。はい、だからまあ必要性があったんだということは、問題文の事情からある程度認定できると。他方で、次、相当性ですけど、ここが議論があるところなんですね。えー、相当性の認定の仕方、えー、アスタリスク見てください。えー、25ページ。えー、第2基準。 における相当性判断において、ね、この相当性をどうやって判断するのかと。え、保護される、保護されるべき公共の利益、まあ、操作の必要性、緊急性と、比較考慮されるべき、え、される個人の法益、まあ、すなわち非侵害利益ですね。これをね、この場面ではどういうふうに、判断するんだと。 ね、この非侵害利益がどのような内容の利益であるのかということが問題となります。まあ一般論として取り調べに応じるか否かの意思決定の自由ということが言えるんですけれども、ね、こういう利益が観念されるんですが、えー、仮にこの意思を制圧して同行や取り調べを強行すれば、もうこれ第一基準の判断で強制手段だと、ね、強制手段を用いた取り調べだということに該当することになるのはもう明らかなので、ね、えー、他方で、 え、相手方が取り調べに応じていると。まあ、取り調べには同意していると。その前提で取り調べをやっているということであると、これは上期利益に対しては何ら制約が生じていないのではないかという疑問が生じると。まあ、すなわち取り調べに応じるか否かの意思決定というのは結局二者択一、応じる。または応じない。どっちかですよね。え、その侵害の有無しか問題となり得ないのであり、侵害の程度は観念し得ないんだ。 こういうふうに考えると結局取り調べに応じるという意思決定をしていると。応じるって言ってる以上は侵害はないってことにならないですかと。まあ、言い方を変えると取り調べに応じるか否かの自由は取り調べを強制した場合にしか侵害されたとは言えないんじゃないかと。 結局、第二基準に持ち込んだ場合、持ち込んでる以上は、第二基準にね、えー、な、こ、こっちの問題に持ち込んだ以上は、強制ではないっていう判断を前提としてるんだから、ね、えー、じゃ強制されてないんだから、結局、う利益侵害はないんじゃないのっていうことになるわけですよね。今言った議論にすると。え、ね、取り調べに応じるか否かの意思決定の自由っていう形で議論すると。はい。なので、まあ、このような問題意識から、 え、従来の比例原則をそのまま、この取り調べの場面に適用することには無理があるというふうに考え、え、取り調べの場面では利益考量による判断を放棄するという見解があります。え、この見解は、ま、社会通年上相当と認められるっていうね、先ほどの規範。ここですね。社会通年上相当。はい、ここについてどう理解するかというと、結局これを、 え、行為の社会的相当性という,ふう意味で理解し、すなわちこれは捜査機関に対する行為規範として把握すると。え、まあ、この見解によるとね、本文では取り調べの方法の相当性が重要になりますね。取り調べにおいて儀形を用いた、儀形の手段を用いたという点が考慮されると、まあ、重視されると、不相当な手段を用いているということになっていきます。はい、これに対して、まあ、意思決定 でそれ自体ではなくてね、不利益というのは、ここでの非侵害利益というのは、意思決定、それ自体ではなくて、意思決定後のね、法益侵害というものもあるんだよと。意思決定自体が侵害されたっていうわけではないけれども、その後、意思決定後、取り調べに応じるって意思決定後の不利益と。これが観念できるんだよと。 ここに着目し、たとえ任意に取り調べに応じていたとしても、なお侵害される法益があることを認め、その侵害の程度を問題とする見解もありますよと。この見解は、まあ、取り調べを受ける旨の意思決定をした結果として追うことになる不利益、負担。これをもって非侵害利益と関連した上で、まあ、具体的には、ね、その行動の自由の制約とか、精神的、肉体的な疲労、苦痛、 という観点から不利益の程度を評価する。その上で、ね、取り調べの、ね、方法、ないし対応による不利益の程度、不利益の大きさと事案の性質、容疑の程度による取り調べの必要性。これを比較考慮するという、まあ、従来の比較考慮判断による比例原則の適用の判断を維持すると。いうことねこの判断枠組みを維持すると。はい。 だから、ま、こういう考え方でいけば、この見解でいけば、本問でも、ま、長時間に及ぶ取り調べが、河野心身に、ね、どの程度の苦痛や疲労を与えたかと。ね、この苦痛とか疲労の程度が一番重要な事情として考慮されることになるよと。はい。平成26年の出題趣旨でも、え、こういうふうに書いてあった。第二段階に言う相当性については、 捜査の必要性と非侵害利益とが比較考慮して判断するとの立場や、捜査機関に対する公益範としての観点から判断するとの立場など、その判断方法に関する理解が分かれうる。 が、まあ、いずれの立場に立脚するにせよ、検討の前提として、えー、上記最高裁判例を踏まえつつ、まあ、高輪グリーンマンション事件ですね。この、これを踏まえつつ、任意同行後の取り調べについて、適法性判断枠組みを明確化しておくことが求められるというふうに指摘されています。 はい。まあ、この、だから、相当性の判断の仕方は2種類、2つあってね、二つの見解があってね。これは、あの、言ってしまえば、あの、刑法における、えー、行為無価値論ですね。社会的相当性説と、結果無価値論、法益考慮説の判断の仕方の対立に似てます。行為の相当性っていう形で判断していくのか、法益の利益考慮っていう判断の仕方をするのか。 っていう対立ですね。だから、あの、刑法の結果無かちろと公園無かちろの対立を、まあ、思い浮かべると理解しやすいんだと思いますけどね。はい。で、えっ、ー、と、問題部の事情からじゃ本問どうかということで24、24ページ戻りますが、えぇ、ー、被疑者、えっ、ー、と、被疑者の態度としては、え上記の通り、公が取り調べを拒否しようとして帰宅したりだとか、休憩させてほしいだ、 とかね、えー、申し出た形跡はないと。ピーラが取り調べを強行し、公の退去帰宅を拒絶したり、制止したりとした事実もないとこういうことだよね。他方で、えー、相当性を否定するように動く事情としてはさ、えー、取り調べの対応としてはこういうことだ。えー、公の取り調べは12月4日 5日午後9時20分頃から、え、午後、おあ、翌5日の午後9時30分頃まで約24時間の長時間にわたって行っていると。え、孔に一睡もさせずに徹夜で行われ、さらに孔が一応の自白をした5日午後7時30分以降も継続していると。はい。まあ、相当な長時間に及ぶ取り調べですよね。これが取り調べの対応。え、そして、えー、取り調べにおいて Q が、 こうん甲が疲労している今の状況であれば、警備な嘘をつくだけで自白を得られるのではないかと考えて、うに対し、12月3日の夜、君が自宅から外出するのを見た人がいるんだ。という虚偽の事実を申し向けて、儀形を用いた。はい、これは取り調べの方法ですけど、これは先ほど言った、社会的相当性っていう観点から判断する。まあ、ああそういう見解に立つのであれば、重視すべき事情ですね。え、また、取り調べにおいて、うは、 時間の経過とともに疲労し、5日、午後3時過ぎには言葉数が少ない状態となっていた。はい。これは疲労とか、えー、精神的な、精神的肉体的な疲労の程度。あるいは苦痛の程度というところですので、えー、利,益利益考慮判断ですね。を維持する見解からは、ここをどういうふうに評価するかが一番重要ということになってきます。 はい、いずれにしろ、社会通念上相当と認められる方法、対応および限度といえるかどうかっていうのを、これらの事情から認定するよというのが、ここでの検討になりますね。第二基準でいずれにしろ違法としておくっていうことが、まあ、説問2を検討する上では、一番あの無難かなというかね、えー、本文の答案戦略上はそれが一番いいかなというふうに思いますね。はい、じゃあ次です、質問に行きましょう。 で、設問2の証問1はさ、まあ、中小論を求められ、論述が求められるので、えー、まあ、ね、えっ、ー、と、こう実質一行問題っていうのはね、なかなか、えっ、ー、と、珍しいというか、初めてだと思いますけど、これも。えー、ただね、適用のあり、 適用のあり方について論じなさいっていう、この適用のあり方について論じなさいっていう問題文は若干意味がやっぱり不明瞭なんだよね。若干犯然として何を論じればいいんだろう。適用のあり方って何だろうと。まあ一応、まあ自白法則の趣旨、そして、まあ排除法則の、との関係ですね。 え、自白法則の趣旨と排除法則との関係。まあ、さらに、供述に対して排除法則を適用できるか否かっていう適用の可否。そして、え、両法則の適用関係、あるいは適用順序という問題。まあ、こういう観点から適用のあり方について論じるということにしました。で、え、25ページですね。<laughs> でまあ、ご存知の通り、この辺の一般論、抽象論はさっと、えっと、ちょっとこれ、レジュメの方を今、移しますけど、25ページ。いいよね、まず自白法則ですが、えー、ご存知の通りえっ、ー、り、大きく分けて2つの方向性で趣旨を把握することができて、ね、排除の根拠と基準というところですけれども、一つは任意性説ですね、えー、虚偽排除お、そして人権擁護説との併用説と。 いうことで、累、え、計、ー、的に虚偽である恐れが高いと、そして黙秘権を中心とする被告人の人権保障の担保、まあ、この2つを根拠として、基準としては、虚偽の自白を誘発するような状況の有無、供述の自由を不当に圧迫するような状況の有無と、はいまあ、これが任意性説、他方、違法排除説はあ、自白収集過程における手続きの違法性を、ね、根拠として、えー、証拠能力を否定する。 基準としては、だから、取り調べに違法があるかどうか。これが基準になるということですね。で、えっと、26ページのアスタリスクを見てください。平成27年の出題趣旨ですね。平成27年出題趣旨によると、不妊自白の証拠能力が否定される根拠については見解が分かれており、従来から伝統的な通説実務の見解である、いわゆる任意性説ですね。 と、いわゆる違法排除説等が解かれているというふうに指摘されています。まあ、判例6が約束自白の事案ですね、えー。基礎不基礎の決定権を持つ検察官の自白をすれば基礎猶予にする旨の言葉を信じ、基礎猶予になることを期待してした自白と。これは任性に疑いがあるものとして証拠能力を欠くと。この期待してってとこが重要ね。この供述者の内心、心理状態の認定が重要です。 あるいは参考判例7は偽計による自白ですが、偽計によって被疑者が心理的強制を受け、その結果虚偽の自白が誘発される恐れがある場合には、あ自白はその任性に疑いがあると。はい。ということで、これらの事案では捜査機関がまあ利益を提示した、あるいは偽計を用いたということ、それ自体が直ちに取り調べが違法だという評価には結びつかないよね。とするとですね、 違法排除説によって排除を根拠づけることは難しいです。他方、これらの判例はいずれも先ほど言ったように、供述者の心理状態。 まあ、基礎猶予になることを期待して自白したとか、儀系によって心理的強制を受けたとかね、この心理状態、えー、すなわち取り調べが供述者の意思決定に与えた影響の程度を問題としていることからすると、やはり、えー、虚偽排除、そして人権擁護の観点から、ねえー、自白の証拠能力を判断するのが基本的な判例立場であるというふうに考えられていますと。 えー、この、教術者の心理状態というかね、この、取り調べの、教術者の心理状態に与えた、取り調べが、教術者の心理状態に与えた影響という点が一番重要でね、えー、任意性説は結局取り調べの違法は前提としませんので、こういう事案で任意性を飛ばすっていう判例の理解っていうのは、やっぱり任意性説に神話的だというふうに評価されています。 で、次が、違法排除、違法収集証拠排除法則についての一般論も議論しておきます。えっ、ー、と、26ページの、えっ、ー、と、これまたレジュメの方を今、プロジェクター映してますけれども。えー、排除の基準と、排除の根拠と基準ですけど、まあ、根拠としては3つ挙げられますね。適正手続き保障、えー、司法の連結性、無課性、そして違法捜査の抑止と。で、えー、判例が挙げた基準は2つ。 証拠物の応酬等の手続きに令状主義の精神を没却するような重大な違法があること。違法の重大性。そして証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の検知からして相当でないと認められること。排除の相当性と。二つですね。はい。で、これについてアスタリスク26ページ見ておきます。参考判例8をつけておきました。 前提として、違法に収集された証拠物の証拠能力については、憲法及び刑事訴訟法に何らの規定も置かれていないので、この問題は、刑訴法の解釈に委ねられている、というふうに判事しています。したがって、え違法収集証拠の排除が、憲法31条を直接の根拠とするものではないと。あくまで刑訴法の解釈問題と位置づけられているから、判例の排除法則は少なくとも丸1の根拠ですね。これですね。憲法31条。 これに基づくものではないだろうと理解されています。憲法違反の問題にはならないよと。えー、その上で、えー、個人の基本的人権の保障を全うしつつ事案の真相を明らかにするというね、係争法一条の解釈として、えー、排除法則二つの基準を、ね、導き出していると。そしてこれらの基準について、まあ一番、違法の重大性。まあこれは根拠丸にですね、えー、司法の連結性、無活性の 保持の要請に基づくものであり、二つ目の排除の相当性は根拠丸三、違法捜査抑制の要請に基づくものだというふうに一応考えられています。えもっとも、判事からするとですね、両基準は並列的な要件になってないんだよね。カッコ1またはカッコ2、いずれかに該当すれば排除という要件にはなってないんですよ。独立の趣旨から導かれる要件だとしても。 ね。ここがポイントだよね。え、頂上的な要件になっていると。カッコ1、カお及びカッコ2に該当する場合のみ排除となると。えー、なお、丸二ないし、丸三を根拠とする場合、排除すべきか否かは政策的判断だよと。えー、これ証拠禁止なんだよね。あの、証拠能力っていうのは関連性と、ね、証拠禁止ですね。大きく分けて。で、関連性の方は、自然的関連性と法律的関連性がありますが、これいずれも、もっぱら事実認定の正確性を確保すると。 という観点から要求される証拠能力の要件です。実体的真実という観点からね、えー。事実認定に誤りがないようにっていう観点から要求される要件。これに対し証拠禁止は事実認定の正確性を確保すると。誤判を防止するという観点とは無関係の政策的判断から要求される証拠能力の要件。だから、ここでは利益考慮、比較考慮的な判断になるんだよね。政策的な判断だから。 なので、そこに書いたように、司法に対する国民の信頼の維持や、違法捜査の抑制という政策的な目的と、犯人の処罰という利益との比較考慮によって決まる。だから、その、その判断に際しては、違法性の程度の他にも、ね、結局、証拠の重要性だとか、事件の重大性だとか、ま、こういうね、排除という観点からすると、消極方向の事情になりますけどね、証拠としての重要性、あるいは事件が重大だという事情、ま、こういう事情も考慮した上で比較考慮することになるんだよと。 はい。で、一応これが排除法則の一般論になります。で、ただ、えー、次のページですが、えー、今言った排除法則はあくまで証拠物についての判例法理だよね。だから供、供述証拠である自白に適用する場合にはね、ね、えー、どうなんだということですよね。 証拠物についての排除法則の根拠は、まあ一応ね、その根拠は、それが供述証拠であっても、ね、自白でも同様に妥当するだろうと。だから、自白についても排除法則の適用を否定する理由はないだろうと。いうことですよね。先ほど見た、えー、○○○○3、3つ根拠が挙げられますが、まあいずれも証拠物だから、どうとか。うん 供述証拠だからどうとかね、そこで適用の有無が分かれる理由はないだろうということですね。いずれも妥当するだろうと。ただし、供述証拠の特殊性というふうに書きましたが、やはり証拠物と供述証拠は違った側面があって、この違った側面から、ね、えー、先ほどの証拠物についての判例法理を修正する必要があるんじゃないかということは検討する必要があるとで。ここでは2つの視点を出しておきました。 一つ目、供述証拠は証拠物と異なり、収集過程、まあ、なわち取り調べですよね。取り調べに違法がある場合は、その証拠価値、信用性に影響が生じる。これが証拠物との違いです。そうすると、証拠物の場合よりも、より軽微な違法が介在するに過ぎない場合でも、ね、証拠排除すべきじゃないか、政策的に。という、観点がまず一つ出てくると。 まあこの証拠価値とか信用性っていう部分からですね、証拠物とは違って証拠価値が下がっちゃうと、供述の場合はね、違法手続きが介在すると。証拠物の場合は、適法手続きで収集しようが、違法手続きで収集しようが、ね、その証拠物としての価値は変わらないと。はい、ところが、供述の場合は、ね、その収集過程に不当な手段が入ってくると、やはりそれだけ信用性が落ちちゃうと。 ということになるので、まあ、この観点を出すと証拠禁止というよりはやっぱり関連性の観点になってくるけどね。えー、事実認定の正確性担保という観点になってくるけどね。えー、ただ、この観点からやっぱりしゅう、その排除法則の内容を修正すべきじゃないかというのが一つ。もう一つ、えー、供述証拠の収集手続き、すなわち取り調べには、令状主義は妥当しない。少なくとも直接的には。だよね。えー、取り調べ許可状なる令状は存在しませんので。 だから、判例法律、証拠物についての判例法律、すなわち、令状主義の精神を没却する重大な違法っていうね、あの部分は、やはり供述証拠に適用するには適切にこうね、修正する必要があるよと。はい。で、アスタリスク見てください。自白に適用される排除法則の内容、排除の判断基準については、参考判例9。まあ、これ第1審ですね。参考判例10が、この控訴審、地裁と交際ですけれども、 え、下級審がこういうふうに示しています。まず、参考判例9の方ですが、え、取り調べ手続きの違法性が著しく、自白収集の手続きに、憲法や刑事訴訟法の初期する基本原則を没却するような重大な違法があり、という、まあ、こういう基準を提示している。まあ、証拠物についての判例法律を、供述証拠に適用するために修正した上で、 えまあ違法の重大性基準をなお厳格な要件として維持していますだからハードル下げてないですねえ先ほど言ったように証拠物と違って供述証拠は違法が介在すると価値下がるからね違法の重大性ハードルは下げるべきだという一方でそういう議論がありうるけれども少なくともこの参考判例9は下げてないハードル下げてないとね極めて重大な違法がある場合だよっていう形で維持してますね これに対して参考判例10はですね、この控訴審、地裁の方は、文言上は違法の重大性っていう言葉を使ってるので、ね、えー、違法が重大だっていう言葉を使ってるので、文言上は違法の重大性を基準維持してるけど、その内容についてはですね、先ほどのこの参考判例9みたいに、ね、えー、この一審判決みたいに、憲法刑事訴訟法の初期する基本原則を没却するような重大な違法っていう言い方はしてないんだよね。特に何ら限定を付すことなく、単に手続きが重、えー、手続きの違法が重大と。 こういう認定をするにとどめている。はい。この二つの判例、まあ、地裁ですけど、あっと、下級審ですけど、地裁と高裁のね、二つの裁判例の排除法則の、ね、この判事の微妙な違いが意味するものっていうのは、これ後ほどまた言及します。はい。で、次、排除法、自白法則と排除法則の関係、まあ、適用のあり方について議論しておきますが、えー、これはね、よいしょ。 結局、自白法則の趣旨をどう考えるのかによって変わってくるよね。自白法則の趣旨を排除法、違法排除説で考えるのであれば、まさしく、ねえー自白法、自白について自白法則を適用するっていうのは、すなわち自白について排除法則を適用すると、ね、いうことになるので、取り調べの違法が認定を書くというふうにね、この判断が連動するわけで、えー、結局、両者は同趣旨の法理、 になり。まあ、いずれも証拠禁止ということになるわけだな。いずれも証拠禁止の法理であり、その適用は重なり合うということになります。自白法則イコール排除法則と。自白についての排除法則と。だからこれを違法排除一言説と言います。で、ただ、27ページ下のところに書いておきましたが、 違法排除説は、遠隔的にはね、訴法に明文規定を書く、違法収集証拠排除法則について、その実質的な根拠条文を、三319条1項に求めようとする意図から主張されるようになった見解で、ね、しかしまあ、その当時と異なり、現在ではね、排除法則が判例法理により確立されていることから、 自白収集過程の違法性を問題とする場合は、これは別に319条1項ではなくてね、判例法律を適用すればいいというふうに考えられるので、したがって現在において排除、違法排除説っていうのはですね、その歴史的な役割はもう終えていると。もはや319条1項の根拠をあえて違法排除に求めるべき実質的な理由、必要性は解消されたと言えるでしょうと。 まあ、そもそも条文上任意という言葉を使ってんだから、ね。え、もう明らかに任意という文言を使っていることからしてもね。319条1項が先ほど言ったように、供述者の心理状態を問題とする規定であることはもう明らかであってね。これを手続きの違法排除を宣言した規定だというふうに解釈する解釈の仕方にはやっぱり無理がある。え、条文解釈としても任意性説が妥当だろうということになる。じゃあ、任意性説で考えた場合はどうか 任意性説からすると、自白法則と排除法則は別だよね。取り調べの違法と任意性は別物です。ですから、ね、両者は別個の法理であって、任意自白であっても別途排除法則が適用される。任意の自白であっても別途違法収集証拠排除法則が適用される。 じゃあ、この場合、まあ二元説になるわけだよね。この場合の、両法理の適用順序についてですが、自白法則を優先的に適用するんだという見解と、まあ別にどっちでもいいと。固定して考える必要はないという見解が、まあ、あるよと。で、28ページのアスタリスク見てください。両法理の適用順序について、判例9。 地裁ですね。第一審は、まず先に自白法則を適用して、認性の有無を判断する。え、ついで、えー、自白自体に認性が認められるとしても、先行する手続きに違法があった場合には、その違法が後に収集された自白の証拠能力に影響を及ぼして、当該自白が証拠から排除されなければならない場合があるということで、ね、次に排除法則を適用するという、ね。だから地裁は、ね、自白法則、排除法則の順番だった。これに対して、 参考判例10、交際ですね。自白法則の適用の問題、認定の判断もあるが、本件のように手続き過程の違法が問題とされる場合には、先行して違法収集証拠排除法則の適用の可否を検討。違法の有無程度、排除の是非を考える方が基準として明確で妥当だと述べて、排除法則を先に適用していると。はい、ここで順序が分かれてるんですね。 はい。この問題については、いずれの法理によっても排除が可能なら、結局ね、判断順序を別に固定して考える必要はないよという指摘もあります。そう考える場合は、端的に捜査の違法性を捉えた方が判断しやすい事案だったらね、この控訴審のように、任意性問題とすることなく排除法則を先に適用して、もうそれで証拠能力否定すればそれ足りると、ね。いう考え方も、まあできるでしょう。 ただですね、まあ一応指摘しておくと、最もですね、法的な事案処理手順のあり方としては、やはり、まずは条文の適用の検討が出発点でしょう。えー、条文がまずあって、判例法理ってのはあくまでその条文を補完するものという位置づけだよね。まあこういうふうに考えるのが実務家の思考過程でしょう。 え、実務家の思考の筋道です。え、従って自白についてもまずは明文の規定があり、まあ、憲法上の原則でもある自白法則の方が適用され、その結果に陰性に疑いがないと判断された場合は、補完的に排除法則が適用されるというね、まあ、この意味ではやっぱり一審の方の、地裁の方の処理手順の方が、より実務家の発想には馴染むというふうに思われます。えー、まあ、答案上はどちらから検討してもいいでしょう。 ただですね、ここ悩ましいのは、両方に配点があることが予想される場合、一方で先に結論が出ちゃった。一方で先に、えー、証拠能力が否定されちゃう場合に、念のため他方を書くかっていうことだよね。念のため他方の法則の検討も論じておくかどうか。まあ、その方が無難だと思います。当案戦略上は。両方に配点がある場合を。ねえー、一方しか書かないと、それで配点、ねえー、得点が落ちちゃう可能性があるので。 ただ、実務的にはそういう発想はしないよね。結論が出たらそれでおしまいなので、そのような発、検討するまでもなくね、無駄なことは別に考えなくていいということで、先に適用した方で結論が出たらそれでおしまいというのが実務的な発想なので、ちょっと悩ましい。やっぱり現場で悩むよね。こういう出題は。 で、本問は、この判例9の方、まあ、判例9、あの、地裁の方は自白法則適用したら認定は認められるから、だから続いて排除法則適用ってやったんだけど、本問はそれと異なって自白法則で決着ついちゃうよね。これと同じ手順を踏んでも。えー、おそらく認定を否定するっていう答案の方が多いと思います。この議形を用いた点でね。 はい。なので、その場合にあえて、直書きで、えー、排除法則書くかっていうのは、これ悩ましいんですけど、まあ受験的にはね、え案、ー、戦略上はその方が得策だろうというふうに思います。で、検討を見てください。28ページ。 まず自白法則からいきます。上記の通り Q は、本件住居侵入窃盗が行われた、同月3日の夜に、公が目撃されたという情報は得ていなかったにもかかわらず、公に対して、目撃者がいるんだと言って虚偽の事実を申し向けた。まあ、本県議刑ですね。それを聞いた公は、長時間に及ぶ取り調べの結果、疲労していたことと相まって自白するしかないと思い込み自白するに至ったと。 そうすると、本件議形は、公に対し、強い心理的強制を与える性質のものだと。その結果、虚偽の自白が,誘発,する恐れが誘発される恐れがあり、また、公の供述の自由を不当に圧迫するものと言えると。 したがって、この自白は任意になされたものでない、疑いのある自白として証拠能力は認められないというふうにしておきました。このね、強い心理的強制を与える性質のものであり、ここの評価が決定的に重要ね。何度も言うけど、供述者の心理状態に与えた影響の程度。ここがポイントです。えー、アスタリスク29ページ。えー、による自白について、参考判例7においても、心理的強制による虚偽自白誘発の恐れを指摘してますよね。 えー、まあ、この判例は、夫婦である共犯者両名に対して、いわゆる切り違い尋問を実施したと。まあ、そういう事案だったけど、先ほどの判例6と同様、約束自白の場合と同様に、利益誘導により自白を引き出した側面があった。まあ、これが重要なんですよね、この事案は。え、判例が任性を否定する、任性を飛ばす場合のこの典型例がこの利益誘導事案です。 え、判例7もですね、ま、判事によると、共犯者の一方、夫に対する取り調べの過程で、取り調べ官が偽計を用いて、もしね、え、共謀の点を認めて、ね、えー、自白すれば、ね、被告人のみが処罰され、妻は処罰を免れるだろうと、ね。じゃあ、お前が自白すればな、奥さんは処罰を免れるから、まあ、こういうふうに暗示された疑いがあると。そうすると、これ利益誘導なんだよね。 えすなわち、同判例は取り調べにおいて捜査機関により偽計が用いられたと、嘘をつかれたという事実、その事実自体から直ちに証拠能力を否定してんじゃなくて、あくまでその手法が供述者に与えた心理的影響の程度を考慮していると。利益誘導によって虚偽自白が誘発されてるじゃないかと。はい、ここを重視してる。はい。で、本問においては確かに取り調べで何かの利益を明示的に こう、提示したと。利益誘導をかけたと。いう事情はないんだけど、ただですね、えぇ、を受けた項は、長時間に及ぶ取り調べによって、疲弊した結果、自白すれば、取り調べの苦痛や疲労から解放されると考えて、自白するしかないと思い込み、自白に至ったと。いうことだよね。いわば、取り調べという苦痛からの解放という利益を、ね、いわば暗示したというふうに評価できるということね。 もう自白すれば、この苦しい思いから免れられると思って自白したんだとしたら、やっぱり利益をぶら下げたのと同じでしょと。ね、まあ、現に結局、こうは逮捕後すぐに、ね、徹夜で取り調べを受けていなければ否認を続けることができたと考えて後悔して、否認に転、あ、ごめんなさい、黙秘か。黙秘に転じているということですぐに黙秘に転じたということなので、やっぱりね、えー、この苦痛からの解放っていう利益をね、えー、取ろうとして自白しちゃったっていう側面があると。 そうすると、本件議計はね、えー、公に強い心理的強制を与える性質のものであったというべきで、その影響下で自白がなされた以上は、あ虚偽自白が誘発される恐れがあったと評価できるでしょう。次、排除法則ですが、えー、排除法則の方は、質問1で取り調べを違法とした場合が前提になりますが、第1基準で違法とした場合は、ね、これは事実質的な無礼状逮捕だから取り調べは令状主義に違反する違法な身体拘束下で行われた。 っていう評価になるでしょう。ただ、こっちの認定は難しいと思います、えー。他方、第二基準で違法とした場合は、えー、本件取り調べは、えー、動向同行の必要性、緊急性が認められる状況下で、同行自体については任意に応じていた行に対し、社会通念上相当と認められる限度を超えて行われた違法なものだと、ね。これを前提として違法の程度を評価することになる。はい。そこで違法性の重、違法の重大性をどう評価するかが問題となりますね。 一般論としては、この29ページの下のアスタリスクを見てください。違法の重,違法の重大性判断においては、捜査機関に令状主義選択の意図があったか否かという主観的事情が考慮されています。判例においてね。すなわち、捜査機関に違法行為を行う意図がある場合、それを調表する態度は違法の重大性を一層高めるというふうに評価されます。 え、他方、違法の重大性を否定した参考判例8もね、えー、令状主義に関する初期定を選択しようと、との意図があったものではなくということで、ね、否定する場合も指摘している。えー、違法の重大性を否定する際にも捜査機関の意図が考慮されると。えー、判例の判断は、まあ、例えるなら、故意犯は排除し、過失犯は救済すると。まあ、こういうような判断であるように思われますと。ということで、まあ、こういう判例の判断に対しては、捜査機関の意図っていうのは、 えー、すなわち違法行為の認識っていうのはですね、手続き、手続き違反の違法性を高める方向では考慮していいけれども、そういう意図がないっていうことを、違法性の程度が低いと評価する方向で考慮しちゃダメだという指摘もありますね。 はい。で、本問ではどうか。え、Q は、公の取り調べにおいて、まあ、公が疲労している今の状況であれば、警備な嘘をつくだけで自白を得られると考えて、ことさら本件、議権を用いているということで、この Q の認識は、ね、えー、公の供述の自由への不当な圧迫を意図的に行ったもので、これは公違反だと。捜査機関の、ね、巡法精神の欠如を調表する態度だと。いうふうに評価することもできるでしょう。 ま、他方で、もっとも、取り調べの違法を、ま、ことするために、ま、ごまかすために、捜査機関がその後も不正行為を繰り返したりですね。え、そういう事情はない。また、え、こう自身も自白した後、再び否認に転じて、その後は否認、え、ま、あるいは黙秘は維持できている。その後の捜査において、不妊自白を起点として手続きが積み重なっていったという事情はないと。 はい。あの、平成15年の判例、最高裁判例で、えー、違法収集証拠の証拠能力を排除した初めての最高裁判例が出ましたけど、こういう事情があった事案なんだよね。取り調べの違法を固とするために、その後も不正行為を繰り返した捜査機関が。ね、ねえー、こういう事案だから、まあ、ちょっとね、えっ、ー、と、その事案と比べると、本問の違法の重大性ってのはやっぱりそこまで高いっていう感じではないかなと。 ね、捜査機関のね、放棄無視の態度が顕著であったとまでは言えないということも、えー、そういう評価も可能かなと。えー、他方で30ページ、えー、先ほど言ったように証拠禁止の判断は政策的判断だから、消極事情も見なきゃいけない。えー、事件の重大性ですね、えー。被害者多数、被害金も多額に及ぶ重大事件だしね、と。 さらに証拠の重大、証拠の重要性ですね。え、孔の自白以外に、まあ一応ですね、えー、茶ブト入り1万円札10枚、え、ガラスカッター1点が証拠物として押収。で、部位の指紋や部位型、ガラスからの付着物等の部位に直接結びつく痕跡は検出されなかったということで、まあ一応証拠物があるけれども、ね、直接的な証拠になってない。え、また、犯行状況を撮影した防犯カメラ、あ映像、その他、孔の犯行であることを直接裏付ける証拠は得られないと。 いうことで、まあそうなってくると、ね、この自白が、ああ、犯人性を認定する上で、まあ非常に重要な証拠として位置づけられてくる可能性があるよね。はい。えー、まあこの辺を見た上で違法が重大で、えー、違法、違法捜査よく知の現、よ、よく死の現地から、ああ証拠能力を付与することが相当でないというふうに評価できるかどうかということを論じる必要がありますと。 はい。で、一番最後のアスタリスクですが、ちょっとね、えっ、ー、と、最後に一点だけ。えー、この、両法理の適用順序をどのように考えるかという問題は、あの、これ結論ね、結局どちらでもいいですよ。答案上はどちらを先に検討してもいいし、えー、違法収集証拠排除法則を適用した結果、違法が重大だって評価してもいいし、まあそういうふうに評価しない、違法が重大でないって評価することもあり、えー、本問ではいずれもあり得るかなと思います。 自白法則の方は、これはね、認性ないっていう評価の方が妥当かなって思いますけれども、排除法則はいずれの結論あり得るかなと。でただですね、この点について、えー、っと、アスタリスク見てください。この問題は結局、ねえー、適用順序という問題が、自白に適用される排除法則の内容、判断基準に影響している可能性があるという指摘をしておきます。えー、先ほど言ったように、判例9。 地裁の方の提示する基準っていうのは、えー、違法性の程度についてね、証拠価値が傷つきやすい、供述証拠であるにもかかわらず、非常に厳格なハードルを設定していったよね。でこれは、自白法則の適用を先行させるという処理手順が影響してるんじゃないか、影響してるのではないかと思われると。すなわち、自白法則による任意性判断が先行することを前提とする限り、任意性によりその、お、 えー、ごめんなさい、えー、任意性判断が先行している限り、任意性の認められる自白、これ言い換えれば条文上は証拠能力が肯定されるべき自白ですよね。について、なお判例法理によってその証拠能力を否定すべきだとの結論が正当であると言える場合は、やはり極めて重大な違法手続きが介在したような特段の事情がある場合に限定されるんじゃないかという実質的な考慮が働いていると。 いうふうに考えられるんです。実際、第一審はですね、こういうふうに述べてるんでね、被告人の供述に任意性があるにもかかわらず、排除法則の検知から自白の証拠能力が否定されるのが相当と認められるような格別の事情という言い回し。その上でさっき言ったね、憲法及び刑事訴訟法の初期する基本原則を没却するような重大な違法。ね、これがある時に初めて排除だよと。非常に高いハードルを設定するわけですよね。 これに対して参考判例10、交際は任性判断を先行させずに排除法則を優先して適用しているから、そこで適用されるね、排除法則は、より広範囲の、まあ、スクリーニング機能を担わせるべきだ。それが可能だ、と考えられるんだと。まあ、実際、控訴審は先ほど言ったように、単に違法、手続きの違法が重大という基準を提示しているだけで、その結果、当てはめとしても、 控訴審は、ね、取り調べは明らかに行き過ぎで、違法は重大であり、ね、違法捜査抑制の検知からも、証拠能力を付与するのは相当でないとして、結局自白の証拠能力を否定してるんだよね。だから最初に適用した排除法則で、違法の重大性を認めてるわけです。結論が逆転してるわけね。地裁と交際では。 はい。えー、控訴審は、えー、任意取り調べの適法性について、えー、二段階の判断枠組みのうちの第二基準ですね。先ほどの任意捜査の相当性。この判断で取り調べを違法と判定した。その上で自白の証拠能力を排除していると。ですね。これはですね、まあ、証拠物の場合、多くの判例では、証拠法領域では、その収集手続きについて、えー、第一基準、すなわち令状主義違反ではなく、第二基準。 比例原則違反。で、違法とし、判定した上で、それを前提として、証拠法領域では、その証拠物の証拠能力を救済する傾向があると。これね、多くの判例は、え、捜査法の領域ではさ、ま、捜査を違法っていう場合は、強制処分だって言わないんですよね。強制処分に該当する。 っていう判、強制処分に該当するっていうふうに判断する領域はできるだけ狭くして、多くの事例はね、比例原則に持ち込んで、ね、比較考慮判断でね、ね、えー、比例原則違反だっていうね。だから違法とする場合でも、ね、比例原則違反の方で認定することが多いです。で、結局こういう判断の傾向が、ね、証拠、証拠法の領域ではさ、まあ、その違法の程度は重大ではないよね、ということで、違法の重大性はないというふうに判断して、証拠能力を救済する仕掛けになってるわけよ。 で、これが判例の傾向として指摘できるのに、えー、この参考判例10はですね、結局、第二基準で比例原則違反だとしたにもかかわらず、重大な違法があるというふうに評価しているから、際立った特徴があるんですよね。 この判例の、従来の判例の判断傾向からすると、実に対照的な判断になっています。このように、両判例を比較すると、まあ、いずれも文言上は違法の重大性を判断基準としてますが、その基準の内容、まあ、要求される重大性の程度が、実質的には異なってるんじゃないかと考えられると。まあ、すなわち、地裁と交際は同じ物差しで測ったけど、評価が違ったという話ではなくてね、そもそも異なる物差しだったんじゃないかと。 違う物差しを使って測っていたんじゃないか。だから結論が分かれたんじゃないか。はい。そして、両判例がそれぞれ提示した判断基準の違いは、まさしく自白法則による任意性判断を排除法則による違法性判断に先行させていたか否かの違いえ。すなわち、両法理の適用順序についての考え方の違いにより生じているというふうに理解することができるだろう。 はい。なので、本問でも参考判例9、こっちで行くのであれば、こっちで行くのであれば、やはりですね、河野取り調べについて、第一基準により違法と評価する場合は格別。まあ、第一基準で違法っていうのはなかなか難しいからね。やっぱ第二基準で違法と評価している答案が圧倒的に多いと思いますが、この場合はやっぱり違法の重大性は否定されると。憲法及び刑事訴訟法の初期する重大な違法と、初期する基本原則を没却する重大な違法までは認められないと。 え、いうふうになるんじゃないかなと。他方、ね、この、判例10みたいな考え方で、この違法の重大性ハードルが実質的には低くなっていると。こういう基準で行くんだったら、ね、第二基準で違法とした場合であっても、違法の重大性を肯定できると。ね、その他事件の重大性だとかね、証拠の重要性を考慮しても、なお、排除の相当性を認める余地があり得るんじゃないかと。いうことを指摘しておきます。はい。 ということで、まあ、どっちを先に適用するかで、基準の内容が実は違うんじゃないかというのが、ここで一つの分析でした。じゃあ、最後、えー、質問3ですね。え W の承認尋問請求の拒否ということです。で、これは、検察官の立証趣旨は、こうが本件住居侵入窃盗の犯人であることって、犯人性立証ですよね。で、えー、弁護人の証拠意見は異議あり、関連性なしです。 で、W の承認尋問、ね、その結果得られる W の証言が結局関連性があるのかと、本件住居侵入と、住居侵入窃盗と関連性があるのと認められるのかが問題の所在になるでしょう。形式的にはだから承認尋問請求の拒否ということでね。それに対して裁判所が取るべき措置だから、まあ、形式的には後半手続きを問う出題ですが、ね、その内容の実質はあ、証拠法領域の問題だよと。 で、アスタリスク。証拠調べ請求に対して裁判所は証拠調べ決定ですね。あるいはその請求を却下する決定をしなきゃいけない。まあ、これを証拠決定と言います。で、証拠採費の基準としては、丸1、証拠調べ請求の適法性。えー、手続き違反の有無。丸2、えー、証拠能力、関連性、証拠禁止の有無。丸3、証拠調べの必要性。まあ、これが挙げられる。ところが、 えー、まあ、裁判所はね、当事者の意見、証拠意見を参考にして歳費を決定するわけだが、とりわけ、丸にについて、証拠能力については、えー、基礎上一本主義の要請があるから、裁判所の手元に十分な判断資料がないと。でそこで裁判所は歳費決定のために必要がある場合は、立証趣旨を明らかにする書面の提出命令だとか、あるいは証拠書類または証拠物の提示命令。 あるいは証人尋問と事実の取り調べを行うことができます。他方、この証拠決定に対し、当事者は、法令違反を理由とする異議申し立てを行うことができると。だから結局、本門でも検察官の請求する W の証人尋問、その結果得られる W の証言に、本件住居侵入セットとの関連性がもし認められないんであれば、裁判所は検察官の請求を却下しなきゃいけない。 で、仮にこれ関連性がないのに証拠調べ決定しちゃった場合は、法令違反として、えー、異議自由を構成するということね。だこの意味において結局関連性の問題だよということね。W の関連、証人 W の関連性が認められるかどうかと。はい。で、まず自然的関連性ですが、これはね、検察官の立証趣旨からすると、W の証人尋問は、え、が X 型において本件住居侵入窃盗と類似した手口の犯行に及んだということを要証事実としています。 一般に被告人の行った類似の犯罪事実の存在というのは、本件住居侵入窃盗についての被告人の犯人性にとって必要最小限度の証明力は有すると考えられると。はい。だから、類似事実なので、まあ、自然的関連性は肯定できると。他方で、法律的関連性が問題だと。はい。カッコ2番。えー、これアスタリスク見てください。22ページ。あ、ごめんなさい。32ページか。32ページですね。 同種善価類似事実による犯人性の立証について、平成19年の出題出資がこう述べていました。善果に関する事実を控訴事実の認定に用いる場合に生じうる問題点や弊害についての基本的な理解を踏まえて、被告人に善果があるという事実から、被告人を、被告人が犯罪を犯すような悪性格を持っていることを立証し、こうした悪性格の立証を介して被告人が、 あ、被告事件の犯人であることを推認させようとする推認過程と特殊な犯行方法、対応等の共通性に着目し、そこから被告人が被告事件の犯人であることを推認させようとする推認過程の違いを明確に意識して論じることが必要だ。え本文においても、この犯人性について、 W の証人尋問が、まあ、前者の推認過程、すなわち悪性格を介した二重の推認過程による立証構造となる場合は法律的関連性を書くものとして実,実施することは許されないと。ちなみにこの悪性格立証の禁止っていうのは立証の禁止だからね。単に悪性格から犯罪事実を認定することが許されないという証拠法のルール、証拠能力が書く。 っていうルールにとどまらず、そもそも犯罪事実の証明のために、悪性格を立証すること自体、立証行為自体を許さないと。すなわち取り調べ請求は却下されると。それを意味してますからね。はい。ですから、えー、今言ったように、この二重の推認過程がポイントだよと。いうね。同種善科とか類似事実から、同種犯罪を行う犯罪成功があるやつだと、こいつは。だから今回の犯人、 だ、というね、この二段階の推認ですね。で、これは判例によると、ね、えー、実証的根拠の乏しい人格評価だと。それに基づいて、合理性に乏しい推論をするものだ、ということで、いずれの推認過程もダメだと、ね、ということが言われています。これに対して、まあ先ほどの出題趣旨、19年出題趣旨の後者の推認過程。 すなわち、顕著な特徴を有し、相当程度類似する同種善科あるいは類似事実が、それ自体で、両者の犯人が同一であることを合理的に推認させる場合。はい。この場合であれば、実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至る恐れがある。っていうね。そういう弊害が生じないと。まあ、参考判例11、12を見ておいてください。すなわちこういうことだな。 同種善科同類似事実から別に何も推認しないんですよ。ね、この事実ってこういう事実ですよっていうことを証明するだけ。すなわち顕著な特徴を有し、相当程度類似する犯罪事実を証明するだけです。ここは推認は何もない。ね、何か人格評価を推認するわけじゃないと。人格評価をするわけではないと、ね。こいつ悪いやつだと。同種犯罪を行う犯罪成功があるんだってそういう推認をするわけじゃないんです。ね、単に善科こういう内容ですよと。 類似事実はこういう事実ですよってことを証明するだけ。そしてね、これが顕著な特徴を有していて類似してるとなるとさ、この事実自体から同一犯人の同一性が、被告人と犯人の同一性が、この事実自体から合理的に推認できると。いいよね。例えば極めて得意な手口の事件、特殊な手口の事件が2件発生したと。 まあ、例えば、日本に2、3本しか流通していないね、非常に珍しい形のナイフが凶器として用いられた事件。まあ、あるいは、他に誰も製造方法を知らないような未知の薬品が犯行に使用された事件。とかね。まあ、そういうのが2つ発生、二件発生したっていう場合、この2つの事件の犯人は同一人物だっていうふうに推認することは合理的じゃないですかと。そういうことを言ってます。いうね。このような場合、両事実。 え、その前科事実と、あるいは類似事実と本件事実ですよね。の犯人が別人だってことは経験則上想定し難い。だから、ね、えー、前科事実、類似事実、それ自体から二つの事件の犯人が同一であると推認できるんだと。これは合理的な事実認定だ。というふうに考えられる。この場合は法律的関連性が肯定できるよと。だから、本問でも本件類似事実が顕著な特徴があるかと。そして相当程度類似するのかと。ここを検討することになるんだよと。いいですね。 はい。なので、32ページです。まず、本件類似事実は、甲が H 市内の1個建て X 型において床に面、庭に面した1階吐き出し窓のクレセント状近くのガラスにガラスカッターを当てているというのがこのダブルの目撃証言から出てくるんだよね。で、類似事実がこれで証明されると。他方、本件住居侵入窃盗は犯人が、 え市内の一戸建ての V 型において、庭に面した1回吐き出し窓のクレセント状近くのガラスを半円形に割った上で、施錠が、を外し、施錠を外して侵入しだな。施錠を外して侵入し、V 型から現金を摂取した。はい。で、見てみると、本県住居侵入窃盗における窓ガラスの半円形の割れ跡というのは、 X 型窓ガラスに残された半円形の傷跡と形状において酷似しているよねこう型から発見押収された同一のガ,ガラスカッターにより、ね、いずれも形成可能であったということが認められるので、えー、本件類似事実はあ本件住居侵入窃盗と犯行の手口対応において相当程度類似するといいよねあの類似性がある程度認められるということはここでは前提ですよそもそも全く類似してないっていうんであればね、えー、それは法律的関連性の問題じゃないからね だから、同種善化じゃないし、類似事実じゃないと。全然似てないということになれば、これは法律的関連性以前の問題だからね。自然的関連性がそもそもないですから。何のためにそんなことを立証するんですかってなるだけです。えー、他方ですね、えー、ある程度の類似性は前提となるので、もう一個のこの特徴の顕著性だよね。こっちの要件は、ある程度ハードルを高く設定しないと、ね。 そこを厳格に判断しないと、ね、先ほど言った容易に悪性確立症禁止の先達となっちゃうから、これは注意してください。してみてみると、他方で蒸気のガラスカッターは一般に流通して容易に入手可能なもので、さっきさ、だから日本に2、3本しか流通してない凶器を使った場合とか言いましたけど、今回そういう話じゃないんだよね。どこでも手誰でも手に入るもので、さほど特徴的なね、特殊な犯行用具じゃないです。 えこの手口対応による住居侵入窃盗が特に際立った特徴を有するものとは言えないと。えー、本望の手口ってさ、まあ侵入窃盗の手口としてはまあありふれた手口ですよね。侵入する際に窓ガラスを全,全体割ると音が出るから、ね、周囲に気づかれちゃうから、でカッターで錠の近くの部分だけ切り取って、で手を入れて施錠を外して、で入っていくと。もうこれ非常に合理的な手口で、別に何ら特殊なものではない。 よくね、こういう手口が共通してるからさ、ねえー、この手口が共通しているから犯人はお前だとかってやる、そういう探偵ドラマとかを見,見ることあるんですけど、まあ、それはほとんどの場合、誤導ですね。弁護人なら意義出すでしょうね。そういう話です。大して特徴的じゃないんですよ、別に。ね、でここから犯人性を推認するのは全然合理的とは言えません。 はい。ということなので、えー、上記の類似点が持つ、項の犯人性についての推認力は、さほど強いものとは考えられない。えー、本件類似事実は、それ自体で、項、えー、が本件住居侵入窃盗の犯人であることを合理的に推認させるようなものであるとは認められないから、結論、裁判所は W の承認尋問請求については、法律的関連性を欠くとして、却下すべき、ということですね。 ということ、まあ、ここはあんまり問題ないかなと、説問さんはね、と思いますので、まあ、この、えーと、このレジュメにの掲載しておいた判例1ないし、判例1んな,さい判例ないし、12か、えー、この辺の理屈をきちんとね、トレースできれば、そして、えー、と本文で類似性と顕著性を検討できれば、それで十分答案を書けるかなというふうに思います。 はい。ということで、一応全部言及し終わってですね。で、えっ、ー、と、レックの答案の方に言及しようと思ったんですけど、ちょっと時間的に難しいので、まあ一応ね、このね、えー、レックの方から出ているのもあの参考答案が出てますので、まあこれも参考にしていただきながら、えー、各自またね、えー、学習を進めていただければと思います。で、まあ本文については特にやっぱり警報が重たかったので、えー 刑法についてね、時間内に処理できたかどうかっていうところが非常にシビアな試験になったかなと。それに対して刑事訴訟法の方は、えー、ま、それなりにね、えー、適度な分量と難易度の問題だったかなという感じでした。はい。まあ、一応ね、今後の分析に役立てていただければというふうに思います。はい。じゃあ時間が来ましたので、えー、令和2年司法試験分析会刑事系はこれでおしまいにしたいと思います。お疲れ様でした。